コール。ベッド。コール、コール。ベッド。えい、ママよ。まあ、いた仕方ない。フルハウス。ごめん、遊ばせ。どれ、うさころが言ってた課金のキャラ、ん？ん？課金キャラがいるみたいに言ってなかった？課金キャラ、あ、なんかいなかったっけ、春口さん画面の下の方らへん。あれ、なんなんだろうね、わかんない。ああ、そういうことね。エレキギターとかああいうプレゼントをお金で買うってことか。そういうこと。あ、そうじゃない。ああね、ギター行った買ってあげるよ、お金あるもん。あ、めっちゃお金なくなる。カッコ買ったら。わかんない。これは買った方がいいのかもわかんないけど。ちょっと待って。何も今配信の画面見て、切っちゃった。衣装じゃないかなぁ。俺が思う。衣装じゃない？衣装だね。うん。ああ、じゃあ、あれよ、どれだっけな。なるほどね。めっちゃ可愛い子。あ、じゃこの子の多分ね、衣装基本うさ耳な気がする。いや、違う、その子もなんだけど。じゃないってこと。もうちょっとね、浮気をね、し始めちゃう。どの子だよ。さっきね、敵がね、使っててさ、キャラ。どれだっけ、どれだ、ガチャどれだ、ダメしか。ガチャにいた、そんな子。ショップじゃん、ショップ。ダンよ。ダンよ、来た。あ、キャラじゃない、キャラじゃない。ガチャだ。小春。うさ耳の隣。左側。小春って読むのこれ。うさ耳の左側？左側。加藤小春。加藤小春って読むのかな。いらないよ、その、右の。トレイシーレズナーとかいうやつ、本当にマジでいらない。おっぱい。いらないんだよ。いらないんだよ。いいじゃん、ここら辺ちょっとエッチいじゃん。なんかムチッとしてる感じ。そうそうそう。ああ。いらないわ。マネーは何？何する？アイテムを買う、プレゼントの。え、マジフレンドマッチのさ、大会開きたいよ。開けばいいじゃん。いいでしょ。ここら辺も設定変えれるからさ、ちょくちょく。えらい。フラクチャーのランク戦闘種類とか。30秒だ。ただ、これが、その、あれなんよね。どのぐらいその、見えるかどうかがわかんないじゃん、その。あ、でも別に自分が死んだところであれか。うん、この場は見えるかな。うん。だったら感染とかもあるしね。ね。
いや、ここ行きたいな、シルバー。一番下じゃん。ランク、ランク。え？シルバー？ゴールド？ゴールドより上のランクもあるんだってさ。プラチナ？ダイヤ？マスターじゃねえ、マスターじゃねえ。プラチナ、ダイヤ、マスター。ゴールド、シルバー。無理やん。さっきから手札ゴールドの上ってプラチナっぽくないこの感じ。うん、なんか永遠ってやってそうだよ。飽きね。あとでこれ配信しとこう。初心者配信。ポーカーやったことありません。ルール教えてくださいって言ってやろう。あ、上のランクの人がいる。これは、あ、これゲームキャプチャーじゃできないんだ。ウィンドウキャプチャーじゃないと。そうだね。あのウェブのあれだから。コール、レイズ。ガタガタ震える準備はできてるかしら。はあ、なんでいきなりオールインとかしてくるの？バカじゃん。勝手に飛んどけ。恥ずかしい。ワンペア。あ、もうこいつおろそ。残念。してくれなかった。ワンペア。コール。安心しよう。あ、なんで俺あげた？コールでよかった。コール。コール。コール。チェック。普通になんかストレートも見えてきたな。レッド。コール。コール。コール。チェック。チェック。何のはさすがに、いや、もう無理じゃん。レッドスコール。ワンペアストレートを完成してないんだけど、これさえい、ママよ。コール。は？ツーペア。キャプチャ方法、これさ、あれにできないのかな。あれでしょ、俺の画面ちょうどじゃない、綺麗じゃない。うん、俺あれ編集とかの広げてさ、うん、OBS の画面の方を、うん、広げてその周りが見えないようにしてる。あー、なるほどね。綺麗に調整してるよ俺。こういうことね。ワンチャン俺調整できるんだよ。そうそう、めっちゃコールしてくんじゃんみんな、ね、そんなに自信の降りたいんだね。オールインしたいな。衝動オールインしたいな。衝動。あ、降りたんだけどこいつ。あ、短くね。うわ、バカじゃん俺。オールインしてんだけど。無理よ。無理無理無理。あの俺オールインしたかった。オールインしたかった。バカ。短くね。レッド。コール。これワンチャンオールインしなくてよかったパターン。レッド。もしかして。コール。
エース持ってたらやばいんだけど。たとえないけど。よかった。よかったー。オールインしてなくてよかったー。負けてたー。よかったー。ついてるね。ついてた。ゴール。コール。コール。コール。チェック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 。ワンチャンもクソもねえんだよ、俺。チェック。チェック。チェック。弱い選手権勝利だわ。ワンペア。あー緊張したコール。あの人たちガチか。コール。あ、いいや。チェック。さっきから俺間違いすぎだな。ボタン見ずにやってる。コール。コール。チェック。チェック。チェック。ベッド。エース持ってたな、こいつ。コール。コール。ボタンだね。こっちコール。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 チェック。チェック。よえ。チェック。ベッド。コール。コール。いや、マジか、これ。ベッド。三と持ってんすよ。あげてるか。いや、こいつ三持ってそうだな。こいつ3持ってそうだな。3持ってそうだな。一旦深呼吸だね。ホールインしてくるなら3持ってるんだ。絶対お前3持ってるって。3持ってるけどこれ乗らないといけないもんな。ほらそらそうだよ。フォーカードだよ。コーブアカインド。楽しそう。分かってたけどこれはもう勝負するしかなかった。タクミ3持ってないです。いや持ってたによ。あれはどう見ても3持ってるけどあそこはもう勝負するしかなかったんやな。降りるっていう選択肢がなかった俺には。タクミ久々だね。はあ一人めっちゃイチイチな服なんだけど。あれじゃん、うさころの引いてるおっぱいちゃんが水着着てる、うん、いや別にいらんのよ。俺別に好きじゃないんだ。はぁ、おっぱいちゃん水着着てんだけど。おっぱいちゃん別にいらんのよな。レイズ。たくみ、久々に交流戦したくないかい。コール。ね、ずっとナウローディング中なんだけど、なんでベッド。コール。八六八六八六八。
ル。あ、終わった。ベッド。コール。死んだ。コールだ。降りるね。一日中モタンやってました。偉すぎだろ、お前。次回作に向けて。偉いな、誘えよ。誘ってくれよ。昔取った金塚でございます。コールレイズコール。ちょっと早く終わらせたいね。コールコール。いいね、チェックで。チェック。ゾゼロさんの参加型にお邪魔してました。ゾゼロさんがモダンのあれか、配信してたってことか。コール。チェック。チェック。チェック。ベッド。部屋で勝負したくないのか。宝箱セン。参加者いっぱいいてフルパで回してワンペア。みんなじゃあモダンやってんの。モダンの配信したら結構送るんじゃねえか。昔とった金塚でございます。あ、強え、こいつ。ワンチャンそうだよね。レイズ、ここで回収していきたいな。あげられたなんてね。もう一人乗ってきてくんねえかな。いやけどオリンジーや。ママよ。うわうわ、あぶねえ。待て。これめちゃめちゃリスマラ簡単じゃない。次も頑張ろう。マジで言うてる。うん、そんな早い。設定からログアウトして新しいアカウント作って、そうゲストログインしていいのが出ればメールアドレスだけだから。コールすごい。ベッドコールチェック。すごいな。チェック。チェック。チェック。ダメだ。さっき本当に超奇跡だったもん。ストレート。まあ 0.6% だからね。普通に低いよね。よかった。で、ついてるね。まあまあな確率だったもん。降りるね。どうしようかな。モンストニュース見た後飯食ってモダンやろうかな。ひぎわをお分かり。モダンない。あれうさころかボタンだね。あ違うわ、モダンない。コールコール。400かー。コールレイズ
こう。来た、またキャラだ。おっぱい。シスター。シスターでおっぱい来た。おっぱい好きじゃん。コール。いやー、これエース持ってるやついたらもう、あー、お前エース持ってんな。持ってんな。丸見えないな。キングキング。あぶな。フラッシュ。チスターいらないか、いらねえな。消しちゃえ。うさ耳だろ、お前が欲しいのは。ウサ耳か、あの子が出れば。いや、かぶるから、あの子にしといや。ウサ耳は俺のトッピングしとく。ウサ耳欲しいんだよな。ウサ耳出たら、ウサ耳か、あの子が出たら、もう終わりに。ウサ耳いいよ。ベッド。男ってのはな、ゲセンのはな。サイは投げられた。オスだったね。けどこのオスだったらいいよ。可愛ければいい。そう。ああ、サイオンジが勝ったな。ズーセア。ごめんね。やべえ、うん、レイズ、あ、またキャラだ、コールねえよ。どっちのおっぱい、シスターおっぱい、初期おっぱい、初期おっぱい、初期おっぱい来た、あー、いらんのよ、初期おっぱいチェック、ガチでいらん。チェック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 。多分チェックだろう。マジでいらん。ワンペア。何しょきょ。やばいな。ついてるね。自利品だわ。パソコンでやった方が早い。おっと、強いカードが来た。コール。チェック。ベッド。なんとか勝てた。ボタンだね。いやオールインだろう。いや、オールインか本当に。待て待て、考えろ。俺コールだ。コール、コール、チェック、チェック、チェック。ちょっとだけでもない、あげよう。え、俺さっきもか、それをめちゃめちゃ運良かったってことしか、いっぱいしか来なかったけど。お、こんばんは、いらっしゃい。コール。はあ、いらねえ。ゼロさんどうも。コール。オールイン。いやー、勝負したい。俺は勝負したい。僕はこれは勝負しないといけない。使命だ。これは使命なんだ。いいよ。エース10でいいよ。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。ワンペア。そこで勝負しないといけなかったんだよ。恨みっこなしで。飛ばしたぜ。いや、今のはもう。逃げちゃダメでしたね。今のは逃げちゃダメだったね。それ。コール。オッケーオッケー。今のところで一人飛ばしたのはマジででかい。マジでけえ。こっちチェック。チェック。ああ、もうキャラすら出なくなってきた。
チェック。チェックってことはいいのがねえんだよ。んか。ジャック。ジャック。あったー。おっぱい出すぎじゃない？てかキャラクター出すぎじゃない？シングルで。マジで。ねえ。これ。0.6% 出しすぎでしょ。ドクターマリン出てきたって、新しいおっぱい出てきたって、いらんって。誰が欲しいんこのキャラ。やっぱりついてるね。いや俺3000からここの会社でかいよマジ。マジでかい。なんか生年月日もっと簡単なやつないかな、打ち込む。コール。もう、リセワラは本気でやってんじゃん。チェック。いや、続きは来たの。チェック。あげるか。ベッド。コール。うん。チェック。いやー、こいつちょっと搾取したいところだけど。ベッド。ベッド。いやいやでも困ることないからチェック。いやー悩みどこなんだよなこれ。あまたキャラじゃん。オールインでいい気がするけどな。オールインか。わキャラじゃないんかい。この光り方してて。もう降りるやろ。とか勝てた。オッケーオッケー。一旦深呼吸だね。コール。チェック。チェック。チェック。ベッド。悩んでるってことは言うほど多分セットだからいいわけじゃないとは思うんだよね。チェックか、ありませんよ。ちょっと期待かな。ベッド上げてきた。いいよ。コール。オッケー。まあ今日減らしたら全然いい。オッケーオッケー。よし。次も頑張ろう。ボタンだね。配信しよう。いいね。コール。コール。チェック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 。降りるね。賢明な判断と言えましょう。3000から倍まで持ってたの偉いな。強いよ。いいよ。降りるな。なんとか勝てた。コール。ああ。お、イモちゃん、ヤッホー。いや、これは勝負する必要ないわ。チェック。やり合ってくれたらいいや。ヤッホー、イモちゃん。ベッド。賢明な判断と言えましょう。サイオンジが潰れそうだけどな。見たようなやつって言われた。なんでやろう。こうしたいよ。何が？できた。ベッド。サイは投げられた。おお。なんてね。よし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 。ワン V ワン。ここからや。うん。黒風さんどうも。どうも。こんばんは。こんばんは。神ゲーやらんの神ゲーやってたよ。リセマラ配信します。ここで負けるわけにはいかないんだ。いや本当になんか何の面白いもの、ちょっと
賢明な判断。いやーこれだー、一歩ができんだな。コール。ピースト。オールイン。マジかー。いいの出た？いやーどうしよう。エースやってるけど相手がここでオールインしてるからな。みんなポーカーさできんのかな？ルールとしては。いやーオールインかこれは。オールインだ。ママよ。どうも。こんにちは。うわ。やめて。やめて。エース。エース。あ、待って間違えた。テンジャックにこれは開けんのきちんだが。一緒やつ間違えた。あ、しゃあないな。いいか。リモポーカーできんのかな。できるんじゃない。できんのか。俺ね、このキャラか、このキャラが欲しいのよ。2つのキャラ、さっきからクソおっぱいしか来ない。まあ、こっちつるんだからね。なんだなんならつるんですから、こっち。マジ？あとポーカー、あと4探してさ、6人揃ったらできんじゃん。コインゲームのポーカーやってたよ。いやまあ別にそんな難しくないから、ルール俺も多少全然難しくない、あんまり詳しくないけど。全然難しくない。いやだってヘルプのさ、この役だけさ、麻雀以上に簡単じゃん。いやよかった、俺麻雀を知らない。麻雀以上に簡単。なんだったらポーカーのルールも大して分かってないけど、一応できるから大丈夫。要はあれだからね、ポーカーでうまい、本当にそのなんだろう、1個格が違ってくるって、駆け引きができる人たちだからさ、要はその自分の手札と相手がどんぐらい手札か、あーほんちさ、おっぱいおっちゃん、おっぱいとおっちゃんにしか好かれてないような俺は。あー効果できる人いないのか、落ち着いた。いや別にやれとは言ってん、そもそもなんか全員でやろうぜっつってんのは春吉さんぐらいだから。そうだよ。いやけどやっぱ楽しいじゃん、何にしても。出たらまずくしちゃいそう。過去一リセマル楽なゲームかもしれんこれ。まあ、うさこらおっぱいに愛されてるから。やる分にはいいよ。これスマホでもできるし。そうだね、スマホでできるね。だもんや。やるんだったら。あれこれストレートチャンスなのでは。チェック。あれかな。チェック。出ない。サボさん呼んでやってもいいよ。確かに別にこれあれだからね、初心者が集まったところで何のあれもないからね、誰が強いとかもないから、結構運だからな、うん、結局コール、コール、初心者に関してはね。コール、なんだったらようわからんけど初心者勝つときありそうだし。いや全然あると思うよ。いや、わかんないからオールインしたっつってやって。そうそうそう、ようわかんないクソみたいな時にタイミングでやってね、ストレートとか完成する可能性あるしね。ありあり。あのね、ポーカー、ポーカーなんだっけ、ポーカーチェイス、ポーカーチェイス、そう、ポーカーチェイスっていうやつをね、多分調べれば出てくる、スマホでもすぐ出る、カタカナでいい。キャラが出なくなった。おっさんを気に。普通は出ないんだ。めっちゃ出てたけどな。あり。なんだったらあれかもね。何時から日課になるけど。これは途中でスプリットゲートに行くかもしれないけど。今日のデイリー終わらせないと。まだ終わってね。あ、終わったっけ？終わってない気がする。
ゆずくんもポーカーできるか。よかったついてるね。会った人には春吉さんからなんかもらえるよ。コール。いや、10円買ってあげる。やば。やばい、いらな。クソほどいらねえ。罰ゲームはいい。皆さん、どうもこんばんは。店まで配信です。出ねえなー。いや、ここのあれだな、テーブルみんなちゃんとしてんな。バカみたいにオールイン、あ、バカみたいにオールインするやついねえわって言ったらオールイン速攻しやがったあいつ。いやけどここまで来たらエースキングが出てるから出てないですね。気になってます。気になってる。あのポーカーチェイスっていうアプリで、なんかマジでただ単にポーカーするだけのアプリなんだけど、案件じゃないです。こんだけ広げてるけど案件じゃないです。ポーカーするアプリです。で今何やってるかっていうと、なんかキャラクターなんだろうね、こう立ち絵みたいなやつでさ、一人選べるんよ。そのキャラを、あ、入れてみ入れてみ、簡単にわかるかな。なんかわかんなかったら春吉さんに行けばわかると思うし、おすすめよ。マジでね。今俺ね結構ポーカー、その半年ぐらい前からちょくちょく見るようになって、でいろいろそのアプリとか調べた、調べてちょっとやったりするんだけど、一番このポーカーチーズがまあ一番9月末か先月出たんやけど、一番なんかいい。よかったついてるね。一番いいと思う。俺の中で。まあ、面白そうでしょ。サバテンと行くわ。オッケー。間違えた。何言われたか。違えた。違う。これは勝負だな。ゲーム部じゃなかったっけ今。うん。あ、今すぐやる。俺、あ、間違えた。待って。やめ、大丈夫。コール。あ、なんで俺レイズしたバカじゃん。またボタン間違ったよ。コール。また間違えたよ。コール。何で入れれんのそれ。ウェブで調べてもいいし、パソコンの普通の Google とか。いいんじゃない、サオさんと2人で、あの、携帯であれば。チェック。じゃあ、パソコンでもできる。こちらも。なんて調べれば出てくる、ハルキさん。ポーカーチェイス。バトーカフ？バトルフィールドか。買う。バトルフィールドは買う。なんだったら COD いらないって思ってるからな。ポーカーチェイス。俺もうオールインでしょ。やろう。バトルフィールドのね、フレンド。知ってるフレンドがマジで誰もいないから。え、これをエースだけどダウンロードしてきました。別にエースが出なければ勝ち。オッケー。 CUD とかタックなんか消した。消していいと思う。いらない、いらない。よし、文句ないもんな。あれだ、グーグルプレイから入れる。あれだっけ、ゲーム部のやついたっけ。なんか飛んでくんだ。ディスコードのゲーム部の。こんばんは。コール。あ、なんか。コール。やばいな、こんだけ立ってんのに誰一人飛んでないの。マジみんな上手じゃん。ああ、そっか。このさんはエンブレムの人だ。めっちゃエンブレム作ってたよね。いや、これゲスト連帯しないの方がいいの、うさごろ。え？いや、別に。俺はリセマラで今やってるからしてないだけど、どっかのおっぱいだやろうみたいにリセマラしないんだって。じゃあ俺リセマラしよう。俺もやばいよマジで。なんてなんてやってるか。ポーカーチェイスだって。キン名前もでいいや。チェックチェック。な、そう、なんでもゲーム部ゆずか。なんでもゲーム部のね、スプリットゲートっていうところ
やつにいるから。ああよかった。マジでさ、ジュンジュン誘わないね。ハルキさん誘ってきてやれよジュンジュン。ジュンジュン配信見に来ねえもんあいつ。あいつ今何やってんの？なんか一人でやってたらあだこだみたいに言ってたけど。ツイッターでなんか言ってましたね。なんか泣いてたけど。お疲れ様です。お疲れです。久しぶり。どうも。バロラントやってんじゃんあいつ。あいつ寝起きっすけどすいません。いや。ああやっと久しぶりにキャラじゃない。しねキャラじゃないんか。うまあ、じゃあこれどうやって大画面にすんの？予約しとかなきゃ。11月だもんね。もう予約しちゃった。バトルフィールド。バトルフィールド。やばい。さっきまでずっと音ゲーやってたから指いて。スライド M の神になるわ俺。なんだこれ。ああこれがあれか。これだな。これで？あ俺でかいっすか。いや大丈夫。大丈夫。こっちが下げてる。ああオッケーっす。コール。あこれかレギュラーミッションだったね。なるほど。あそうなん？予約しとけばベータできるんだ。全然知らないそういうこと。あ BF？BF、あ、そうなの？これどこにガチャってあるの？てか、いつなの？これか11月。あ、運試しってやつか。発売は。で、ベータが10月だっけ？で多分ね、ベータはね、やらないと思うんだよな。これか、通常スロットってやつだな。降りるね。なんか、スプリットゲートとか、出ると思う。あら。ベッド。なるほど。なんだかあれ、3つ揃えばキャラなの。でこれでキャラ出てないからリセマラってストレート。まあ別にあれだけど、ね、わざわざリセマラする必要はないんだけどね。ない。何が変わるわけだ。15なんだ。はい、全然調べてないや。ベータとか。いや俺もベータやりたいな。予約しようかな。バトルフィールド？もう絶対やんないからな。俺は多分バトルフィールドのベータはやらないかな。ことはないけど。バトルフィールドやりたいけど、あれなんだよ、ないんだよな。いや、バカリしてまだ早いじゃん、これ。早いよ。誰か私にプレステ4返してください。チェック。なんで返してください。奪ってないよ、別に。取ってないよ。あれなんだよ。もう売っちゃったんすよね、プレステ4。買い買い。俺の PS4 プロ買う。あ、俺の PS4 プロも買う。知り合いにプレステ4売ったんですよ。俺のプレステ4プロもいる。乗り物ダメなんだよな。なんと今なら3つで3万円。うん。いや、やば。キャラ出た。3つもいらん。っていうのかすげえナウローディングが。コール。そこのなんかドクターマリンって出たよ。あーいらない。チェック。やば。出たねさっき。違うよ。ウサコロはもう決めてる子がいるからさ。そう。マジで。決めてる子がいるんですか。俺もヘリコプターの運転が慣れないんだよね。お。バトルフィールドの。順平も来るって6人揃うじゃん。あ誘ったんだ。うん。ツーペアだけどこのツーペア。なんでサボさん笑うね今。鼻で笑ってる。ウサコロ誰狙ってんの。ウサコさんの。いや普通じゃなかった。え俺なんかこのシスターみたいな人欲しいわ。俺もリああそれだったらあれだな、さっき出たからメアド取っといて芋にあげればよかったな。確かに。わしも PS4 プロ1テラある。俺もあるよ1テラ。いいっていいっていいって。もういい。俺も1テラ。俺も1テラ。俺も1テラ。あるよあるよ。なんだったら中に入ってるアカウントごとあげてやる。で4万円だな。もういいもういい。もういいじゃん。4テラだよ、4テラ。4テラ分だよ。ゆずくん、今なら全員のアカウントついてくれる。なんで春吉さんだけはあげれねえな、多分。うん、何が
フードの子いいでしょ。だけどね、あの子ね、男の子らしいっす。マジっすか。俺も今一瞬狙ってたんだけど、春吉さんがね、さっき5000円課金してフードの子出してた。何5000円課金してんの、春吉さん。あ、違う、俺なんかね、あのたまたま久々にね、競馬やってたらね、当たってた。だからね、あのいいやって言ってね、その場で課金した。この子でしょ、かわいいよね。そう、男らしいよね。俺シスター欲しい。まあ可愛ければ何でもいいかなみたいな。スマホゲー久しぶりにやるな。あーこれサゴロどれ狙ってんの、うん、あのフードの子と左の子、フードの左の子、この2人なんて、ね、この2人、このロリー、ロリーって、あ、そうそうそう、俺シスター狙うから頑張るわ。ああもっと早く来ればな。いやけどあれじゃない、結構な人数で今リスマラしてるんやったら、誰か欲しいやつが手に入って当たったら、これで当たったらそっか、つけていいんや、とりあえず当たった人から、うん、適当なメールアドレス渡して、じゃあ俺がフード出たらうさころにメールアドレス作ってあげればいい、ね、フードとフードの左の子、どっちか、フードの左の子かな、どっちかっつうとフードの左がいいかな、フードはもう俺がね、あれ吉さんが持っちゃってるから、あーこの加藤小春、左下のシスター、これこれシスターだな、もうシスターでやってる、その左の加藤純一っていう人、加藤純一は最近あれだよ、マスターになった人や。え、あの人マスターになったの、マスター、マスターよ、いろんな人に手伝ってもらってマスターになってましたよ。いやまあ別にあれだもんね、人脈ってすげえから、うん、エペ人脈ゲーだから、ワンペアだけどな、エースがいるから、てかさっきのさ、俺まだ話終わらせてないんだけど、サボさんだったのがすごいな、何終わりました、まだそれ覚えてたんだ、終わりました、終わりました、おコナさんもキャラ出んな、全然キャラはね、まあまあ出る、3回か2回、いやー結構自利品になってきたぞ、いざ尋常にオールイン。エペノラでやってるばかり いねえな、多分このさんくらいかな、これノラでやるとストレス溜まっちゃうからやんないわ、絶対やんない、サコロコロコロ、ここのテーブルみんな上手い人しかいねえんだけど、こんだけやっててさ、まだ一人しか飛んでねえよ、いや普通なんだよな、それやな、そんなポンポン飛んでたら終わりなのよ、ポンポン飛んでんだよみんな。まあでも俺ポーカーわかんないからな、初心者だからさ、俺コインゲームでしかやったことねえから、いやもうやったことあるから、もうプロだよ、いやプロだよ、プロだから、この中でプロだよ、最近マージャンしかやってなかったよ、あキャラ出た、ナイスナイス、チェック、俺これオールインするしかねえじゃん、ベッド、いらない、オールインするしかねえじゃん、お金はねえ、もうそれはオールインしかない、iPad、iPhone8、iPhone11 で伊勢丸開始、ガチやん、チやん、だったら、ね、絶対今サボテンがねリセマラしてないこと俺知ってっから、え、ごめん、いやしなくていいよ、する必要はないよ、する必要はないよ別にゲーム、もう俺もだんだん飽きてきたからもうやめる、やべ強すぎたな、あサボさんもあれはどういうことで鼻で笑ったの終わらせないよそんな、まだ続いてるな、まあ終わらしちゃいけない話だねそれはね、まあ、終わらしちゃいけないよね笑ったからね言い方がもう言い方普通じゃなかったなんかあ誘ったんだみたいなあれ優しいなと思って本当に良くないねうん、間違えた。
ポーカーチェイス普通にパソコンでしかできないと思ってた。あ、アプリで、うん、なんかアプリであるって言われて、えって思った。神ゲーだよ。神ゲーなの。なるほど。はあ、いきなりめっちゃあるな。いきなりオールインとかすんなよ。クソもんねえなお前。これみんな降りたじゃん。分かってるじゃねえか。お前オールインして500円しか手に入らないってやばいよな。いきなりオールインはなかなか度胸あるんだよな。レイズ。ああ出ない。コール。降りてくるか。コール。なにこれ。なかなか出なくなってしまったな。まだ全然出てない。誰このなんかちょっとのぶといイケボのおっさん。ああ、スリーカード。スリーカードだからちょっと見ていきたいな。おっちゃん出てきたか。ついにおっちゃんが出てきた。やべえ、生年月日2万年にしちゃった。何歳だよお前。2万年とかも入るんかそもそも。行き過ぎでしょ。2万年地球あるかな、ね、地球だけじゃないもう。あれかな、ここは俺も死んでるわ。いや、どんぐらい上げていこうかなこれ。もう骨になってる、骨になってる。は確定て骨もないよ。もう姿形ないじゃん。同期からさ、LINE 来てさ、なんでゲーム誘ってくんないのって言われたんだけど、すげえめんどくさいんだから、どうすればいいんだろう。え、誘っとるって。こいつめっちゃ上げてくんじゃん。え、大丈夫な？え？じゃあ、降りていいよ。降りろ、お前。コールしてきた。あ、加藤小春出た。ナイス！素晴らしいよ。勝ち。俺狙ってる。アドレス送ったらいいじゃん。アドレス作って送ろうか。あ、マジですか。いっぱいでよければ送りますよ。ほら、ユーチューブがね、おっぱい嫌いなわけないじゃん。俺のも何でもいい。別に、別にキャラ欲しいってわけじゃなかったし、普通にリセマラしてただけだし、いいっすよ、ね。いいじゃん、そんな。俺の一番最初に出たこと送りますよ。じゃあ、え、何これ、メアドと設定してパスワードを。俺、あ、そう、ゆずくん、ツイッターがね、俺、アカウント入れなくなっちゃって。ああ。じゃあ、ディスコードのこちらで送ればいいですか。あ、お願いします。すいません。了解。しようがった、うさこれとかぶんなかったね。あ、これで。じゃあ、ディス、じゃあ、どうしよう。パスワード何にしようか。おっぱい、おっぱい、おっぱい。マジで何がおっぱい。おっぱい一緒にあった。え、何これ、メール連携して、それで、あとは、あれ、アカウント削除して、ん、アカウントってか、それで何かやればいいですか。あ、E メールを登録して、それを、はい、もう送りつけた。ログアウトしたら、それを、あのそのパスワードと E メールを送れば、ユサさんが入れると。そうあ、オッケーです。いいっすよ。パスワード6文字未満って言われた。おっぱいダメなの。サボさんそんなおっぱいにこだわってる。サボさんいるからさ、そんなにあんまりそういうこと連呼しない。じゃあダメだよ。ああ、じゃあまあ。よくないよ、さこれ。ふざけんな言ってる。ちょっと配信が変わります。本当に良くないさ、これ。俺が怒られてんだから、うん、サブちゃん怒ってるよマジ、うん、オッケー、これで連携成功したから俺がログアウトして送りますね。じゃあはい、じゃあ俺の方も送ります。はーい、ここは押すわ。お腹みたい。言うと俺7時からモンストニュース見なきゃいけないからさ。
これですね。レイズ。これ打てば多分入れます。はい。チェック。レッド。あ、すっきりした。なんか出ちゃった。OK です。ちょっと取ります。おい。勝負時が来た。いやもう俺はおじせまらをやめよう。やるか。諦めた。もうめんどくさくなってきた。あれ、今さんはあれかシスターだっけ？分かってるじゃないか。そうシスター。あ、ラストもう一回やろう。なんでこんなリセマラ早いのこのゲーム。楽よね。めちゃめちゃ早いよね。まあそもそもがだってあれじゃん。別に上がメアドで何かが変わるわけでもないから。だけ変えちゃうね。ね。ID はまあ簡単でしょ。チェック。ねえちゃんおっぱいにしたのゆずくん。いやうさころにしました。おお。一番簡単かなって思って。チェック。1回だけもう1回で作ってみてガチャ引いてみるか。チェック。名前あれなんだよね、ユズになってるけど、まあ適当に変えておいてください。チェック。はい、多分変えれるっすよね。変えられるんじゃない。よし、出なかった、やめよう。チェック。まあ適当に。キさん、どこでやんのこれ。何がボタンだ、ね、どこでやんの。どこでやるの。コールフレンド戦みたいな。そう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 。そこでやないのかな。まあ待ってや。まあ待って。まあ待って。言ってるからまあ待て。コール。コール。勝負時が来たら待ったなしだ。ね、花江夏樹も出てんの。これさ、トレイシー・レズナって誰？こいつ誰？そいつがそれ。これが言ってた。わかってるじゃねえか。あのサコロが言ってたのは、あ、それ。トレイシー・レズナとかいうやつ。あ、なんかもう。今ね、作ったら出たわ。クリスティオ超ないじゃん。なんか出たわ。それで。クソ。レイズなんか出てきた。これじゃ来てるって感じがするぜ。一応もう一回作るかって言った。俺もなんか何も出なくなってきたんだけど。なんだ、想定外のエラーが発生しましたって。え？ここは押すわ。嘘でしょ。なんだと。バレてしまった。バレてしまったかもしれない。あら。もしかしてアカウントちげえって言われた。お前じゃねえだろうって言われた。やってることがバレてしまったかもしれない。まずい？もしかして。俺これ。アカウントがちげえぞ、ほらって言われた。お前本当に本人かって。勝負時が来たら待って。え、この ID も含めてる？ ID は含めてないです。だよね。はい。だら。あら。お前、やってんなーみたいな。PC から言われてる。これ運営にバレた。いやいや、もう自力でやるしかねえじゃねえか。当てたの意味でえじゃん。え、できるの。さすがにそれはないでしょ。嘘でしょ。え、うさころもリセマラ大会が始まったよ。え、さすがにできるっしょ。水くん、それでもう一回入れる。入れたら多分俺の PC の方がダメだと。これどうやってアカウント引き継ぎでいいのか。コール。そう、再開したって。チェック。クリスティアンブラックと4作前より。チェック。おっさんな。まださ、女の子がいけどさ、おっさんが出た時の泣い方具合が。こいつか。俺もさっき出たな、こいつ。あーでも俺もログインにサービスエラーが発生しました。時間を置いて再ログインをお試しくださいって言われた。でしょ？お？チェック。
何なんだ、もう出なくなってきたよ。チェック。ね、出なくなってきたね。サボテン助けて。チェック。諦めな。チェック。だから人事はいつ来る。来ない。あれかわ。ね、来ないね。2ペア。やばい、運営にバレた。運営にバレたかもしれない。来ないんだ。バレてしまった。俺の配信見てたかもしれないね。そっちな。普通にポーカーやってるだけだけど。何の変哲もない。なんなら俺一番ちゃんとポーカーやってる。待て、おっさん二人来たわ、すごい。もうそれでやるしかない。コナさんもそれでやるしかないわ。なんか地面ひでえ。二人目のおっさん、おっさん、もうおっさんでやるしかないわ、それ。までおっさんに好かれてたな。なんか変なお魚のアイコンが出てきたんだけど。お魚のアイコン？何それ？カードのあれかな。いやー、これはやる。そういうのもあるな。おい、出ないって。もういいよ、ガチャ、なんかキャラが出ればいいよ、もうそれで終わりにするよ。なんか、俺は、なんか、うん、当たったけど、消えたね。デス君の出なかったね。なんでだろう。なんでだ。なんだ。でもなんか時間を置いてログインしてくださいって書いてたっすよね。何消したらすぐ引き継ぎできないっていう。いや、できるできる。さっきできてた。おい、じゃあわかんねや。わかんねや。おかしいやろ。2人か。チェック。いや、ここまでいけばオールインしろよ、2人とも。なかなかオールインする人、見ないかもしれん。いや、めっちゃいる。この…てかさ、待って、春樹さん、これ何人でやるゲームだっけ ?6 人。終わりじゃん。6人できるよ。あ、6人合うね、そうだ、順々入ってた。そうだよ、だからちょうどな。なるほどね。あ、間違えた。千年月日12人にしちゃった。よし、次も頑張ろう。まずいまずいまずい。誕生月です、12は。12年。うん、12年生まれになるとこだった。危ない危ない。やべえ、12年生まれと2万年生まれ。今ここの配信、12年生まれと 2万年。恐ろしいな。いや、なんか銀軸だとさ、押した感じないのに2万年になっちゃうね。間違えた。ちゃ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 。なんか腕時計出たんだけど、何これ。もうみんなができる時にまで俺はリセマラし続ける。そのキャラクターになんかプレゼントして、キャラクターのレベルだったらなんか進化できるらしいよ。ああ。進化が何なのかわかんないけど。進化っていうあれは違うけど、ジャンタマもなんかそういう感じですよ。 あの親密度みたいなの上げれば、そう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 、プレゼントで親密度が上がって、親密度がマックスになった進化をさせてるんで、多分このゲームだと進化ですけど、ジャンタマだとセリフ、なんか特別なセリフ追加されるんですよ。おーい、なんかマカロン出たって。もはやもはやキャラでもなんでもねえ。77ってきて、青いやつでなんかマカロン出てきたって。マカロン出てくるのはちょっと意味がわからない。キャラ出てこいよ。キャラじゃなくて食べ物出てきた。マカロン出てきた。やばいわ。じゃあ名前マカロンにしよう。やめろやめろ、マカロンしか出なくなるって。絶対名前マカロンにして、お疲れー。コインしか出なくなった。あー、ドクターマリン。いいじゃん、俺77で期待したらマカロンだよ。よし、次チャンスっていうやつなんなかった。そうそう、俺それ最初のセマラ中でございます。おって思ったら、なんか俺もなんか変なもの出ましたもん。もういいよマカロンは。え、ジュンジュン入ってきてるけど喋らん。ミュートなんやない。あ、バロランとやりながら今暴言吐いてるからミュートにしてんで。普通に何も喋ってた。こんばんは。
またマカロン出てきたんだけど、本当にマカロンしか。え？あ、ガムシさん。池おじきたまたおっさん。もうおっさんしか出ないんじゃないこなさん多分。悲しい。こんばんは。俺おっさん一回も出てないな。こんばんは。俺なんか胸でけえババアしか出てない。ババアいいね。サムネ見てスマイクラかなと思った。全然違った。そう、あのね、マイクラじゃなくてね、春吉さんに誘われたポーカーをやろうと思ってるよ。配信のあれはマイクラだけど、サムネだけマイクラだけど、本当はマイクラじゃない。そう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 。何さ。おっさんはいらねえ。ねえ、俺もなんかマカロン出てきたんだよ、そのこと言ってた。いいじゃん、マカロン。いらないよ。おい、今何やってんだ、お前ら。ポカ。ポカやってるでしょ、今。ガチャ回してる。あ、ガチャ回すんだったら、ガチャ回し終わってから言うけど。待ってる間にガチャ回してたね。春吉さんを待ってる間にガチャ回してるよ。なんか持ってない。ハルキさんどこからそんなゲーム探してくるの？ハルキさんもともとポーカーあれじゃない？やりたくってポーカーで探してた。そうそう、ずっと探してたんよ。いい感じのやつ。シスター出た。マジで？今度間違えないようにしないと。やるしかねえわ。くさ、なんか出た。出ねえんだよキャラが。E メールでしょ？じゃあちょっとあれな。マジ？焼き芋はね最近一緒によくやってるよ。なんかスプリットゲートにねよく来るよ。誰？焼き芋。誰焼き芋って。誰？俺の他に妹浮気してんの？誰がいいんだよ。フォーカースプリットゲートによく来る焼き芋。誰でそれ？天国芋十郎のこと？お前今炎上してるから。炎上してんの？なんかいろいろ茶の間で流すもんじゃねえってなんかいろいろ荒れてるらしいっすよ。煉獄さん？煉獄さんってかあの無限列車編が。なんで？知らないよ。俺が聞きたいよ。俺今芋十郎で頑張ってんのに。おじさん大好きじゃん。生芋。芋十郎って。あ、芋十郎にすればキャラ出るかもしんない。おじさん出てくるかもしれない。それ最高だわ。54人クリスティアンブラックって面白いな。めっちゃおじさん大好きじゃん。誰が？コナさん。コナロシおじさんに好かれすぎじゃね。ママよ。成功したでしょ。はあ、成功したんだよな、ね、さっきも成功して。え、ログアウト、これでログアウトすればいいんですよね。俺ログアウトしで、とりあえずあれかな、宮田とパスワードだけ。あ、おじさん出たよ、本当に。そういや、芋さん追加しにかいいや、並ぶ追加あるかな。え、芋十郎、本当に。いや、マジで、だって、多分サボさんと俺は本当によく分かってない。俺、このアカウントで、このアカウントいろいろフォローしてるけど、どういったっけ。俺6人目来ました。芋さんいた。確か多分いるんじゃね。クリスチャンブロック監督はいらないんだよ。どこだ。探せ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 。やべ、探すのなくなっちゃったな。あれ、ゆずくんどれ。俺ね、アカウント変えたんすよね。マジ？じゃあディスコでいいんじゃね。そうだな、ディスコでいった。ディスコで、へいへい、へい。はぁ、水くんにとりあえずエアって送って、これで女キャラ7個キャラね、いるんだけど。あ、これどこでやんの。父が。あ、Eメールで。え、Eメール、多分あの最初のアカウント作るところで、なんかアカウント引き継ぎみたいなところでやるみたいな。あ、ログアウトから、ね、おじさんしか出ない呪いは嫌なんだけど。これで一回メアドとパスワード送っとくか。送ってもらって、ゆずくんにこれでやっ
ったんすけど、送ってで芋が入ったら多分ゆずくんの方で別の端末出てくるから、そしたら逆転し始めたじゃん。これで全然出ねえ。これどうしよう俺。で春吉さんが終わらんとね、終わんないのよ、始まらないのよ。待ってよ、イモさんがログインできたら俺がタイあれかログアウトすればいいのか。そうそうそう、みんなでフレンド選手してたんじゃないの。どうです、イモさん。きつい。だってなんかね、日本語になっちゃった。そんなことある。恨みっこなしで。オッケーオッケー、ワンブイワンまで持ってったぞ。ワンブイワン多分入れると思います。はい、これ出してもらって。お腹空いた。チェックでしょ、チェック。もうなに、メールアドレスをもう一度入力してください。2回も入力しないといけないのこれ。あ、そう、2回登録しちゃったね。登録っていうか入力しない、コピペしてペペペ、コピペでいいじゃん。これな、出ねえな、キャラが。さあどうしよう、これ勝ちたいから。どうです。で、パスワードをコピペして。ログイン。お、できたよ。できた。じゃあ俺ログアウトしていいのか、これで。よし、勝ち。オッケー、できたできたできた。長かった。はい、じゃああげまーす、そのデータ。イエーイ、あざーす。なんか俺アカウントを上げる人になってる、さっきから。うん。やったー、俺シスターになった。うわー、勝ち。シスターはいいなー。あきさん、待った。じゃあ作って。どこで名前変えんの。わかんない。設定のところでできないの。ウサゴロウ、どこでこれ名前変えんの。知らない、名前変えたことないから。もう仮面アップでじゃん、これ。これユズで別の表示来た。俺、アーチの名前でやった方が良かったかも、これ。じゃあ、名前は変えられません。この名前変えられない。俺じゃあもうユズで行くわ。もう俺ユズで行きます。あ、これでやるのか。オッケー、任せろ。任せろ。俺はユズで行くぞ。俺じゃあ芋でやりますわ。部屋作成しますわ。オーケー。あ、変えれる。じゃね、これ。あ、これ一回じゃ。いや、違うな。変えれないんか、これ。変えれないんか。全員 ID を貼ってくれ。あ、ちょっと待ってくれ。ちょっと待って。自分たちの ID を貼ってくれ。俺はフレンド検索しますよ。了解。今送ります。よろしくお願いしますじゃなくて、芋人ですにしとこう。名前は違うけどって。わかりづれ。そこ2年だよな。2年だよ。え、けどアップで少なくね。どこに ID あんのこれ。フレンドのところ。多分フレンドリストってやったら出てくると思う。あー、出てきた出てきた。フレンドリストってところにあるんですね。うん、ID が自分のところから見えると思う。全然出なくなったな。これラストにしようかな、じゃあ俺も。アップで少なくない。自分の ID 出てこない。右上に書いてある。右上にある。ちょっとお待ちください。どうもゆずです。俺です。第二の俺です。いや、yeah. 危な。そうだ、ダメじゃん。なんかもうつい癖でログアウトしようとしてた今。アカウント消える。お、なんかコイン不足だけど、シスターレイのなんかすっげえ水着のやつ買えるぞ。そころ800円課金すれば。いろんな人の知ってる知ってる、さっき見てたね。ハデキさんともその話したのよ。俺ちょっと買おうかな。やばっ。なんてなんてガチか。なんて。いや、うん、いや水着のあれが結構買えるよねって言ったんだよね。はいはいはい、はい、ん、これ何、どこだ。てかさ、それ買うんだったらさ、あれじゃない、このフレンドってところのあれか。そう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 、かわいい。フレンド限定にするか。
イケオジこれか。これなんかフェイトに出てくるあの人に似てる。なんだっけ、あの人。主人公的キャラクターの。あの人、マシュ。なんかわかんない。多分そんな感じの人。ピンクの髪の子でしょ。そう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 。888ランク結構きつい。これです自分。うん、俺これ多分フレンド今日これ終わったらまた消えるよ。リセマラすんの。まあでも多分俺も一回リセマラすると思う。来た。あ待って俺あれだ名前ユーズになってるわまずい。俺らユーズだから。やばい、まずい、ユズが2人いることになる。わかりづれんだよ、たぶん。ああ、ちょっと待った、レキさん。あ、うん、前出たやつにしてくれよ。オッケー。赤送って。パッと送るわ。オッケー。いや、俺、マジこの水着の女の子買おうかな。マジか。すげえな。あ、フレンドのとこにびっくりマーク出たか、多分これはアルチさんから来たってことか。あれだよ。了解。だって可愛いじゃん。これで承認して、OK、承認しました。あれ、コナさんのおじさんのやつはどれだ？いた。加藤小春ってあれか知ってるな。これ描いた、これこのイラスト、このなんていうのキャラのデザイン描いた絵師さん。このシスターさ、クリックするとあえぐんだけど。楽しい。楽しい言うな。それで楽しい、やめろやめろ。呼んだ。ハルキさん帰ってきて部屋建てたら番号言ってくれて、それを。あれハルキさんどこ行ったの？トイレ行くってなった。トイレ行くっつうかね。ブリブリしに行った。ブリブリとは限らん。え、うさころすぐブリブリ行くから。そうね。気をつけて。気をつけてってない。お前が気をつけて。気をつけて。出すな。何これテーブル設定。ああ、うさころはまだ。ああ、今送る。ちょっと待って。あれだな、後でリセマラしたらまた、なんか欲しいキャラ出たら。8周年爆絶感謝マルチガチャ。ID 送っときます、後で。ドクターマリンめっちゃうふふ笑うんだけど。誰が？ドクターマリンになって。シスターエグよすぐ。もうええて。すげえ適当なあれじゃん。名前変えられないと思ってないからさ。あとかにしてんじゃない。うん。ポテコにしてた。違う。各体の中から選べれる。さらに最大2つの属性から選ぶ。4723979。最大2つの属性から。あと、なんて名前だっけな。リル。うん、これ。リルっていう名前でいく。俺ユズだから。俺もユズだから。2人のユズ。うん。どっちが本物かな。俺だな。キャラで分かれんじゃない。やべえ。やべえ。バレる。じゃあ、フレンド対策を皆作成させて。どうしよっかな。1万5000とかにしようか。1万5000円 ?1 万5000チップ。1万5000でターン制限も30秒にしたで。30秒か。60秒でお願いします。やだよ。大好きさん、せめて10分。これで入れない、なんか、フレンドの、多分、部屋に入るとかで。多分、パスワードいる。いや、パスワードないんだ。部屋番号は部屋番号いる。6、
じゃあ読み上げ聞けよ。いや、8、6、8、5、はい、0、はい、5、はい、1、はい、以上。え、何だって ?6、8、5、0、5、1。え?6、8、5、0、5、1じゃない。Yes。 6、8、5、0、5、1。もう人気投票ガチャもやるね。やばい、ユズが2人いる。左上のおっぱいが多分あれやろ、芋でしょ。おっぱい言うなし。じゃあ、いや、シスターが芋さんっすね。大抵だな。じゃあちょっとツイートだけしよう。愛着湧いてくるから、この子に。湧くよ、多分。おっぱいしかいねえな、ここの角。68?68? 俺もシスターに愛着湧いてっから。名前はユズだけどな。そう、名前ユズだけど。あと誰入ってきてない？みんな入ってるよ。みんな入ってるよ。あ、始められんじゃん。始めようぜ。ねえ、チェックホールドでいいのこれ。いや、それは関係ない。なにこれ、なにこれ。それだからチェックしてると、多分自動で降りる。始めるよ。はい、やめ。始めるよ。はい。やべ、これ3つ並んでる。もう1キャラしかいねえじゃねえか、このゲーム。なんだこれ。何？コール。何これ。説明必要じゃない？あ、確かに。お前らルール教えて。右上にさ、役があるんだけど。201欄みたいなのがあって、201?201? ロイヤルストレートフラッシュとかフラッシュとかワンペアとかツーペアとか、要は自分の手札が2枚あって、で、みんながいくらかかけていくんよ、まず。うんうん。で、それで全員が1ずつかける量が揃った時に、今みたいに3枚、テーブルの上に開かれる。うん、で、またこれと合わせてペア作るってこと。そう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 、合計5枚でペア作るんだけど、あと5秒です。チェックって何？とりあえずチェックしといていいよ。チェック、チェック。みんなコールしてるからさ、俺だけフォールドしてるんよね。いや、初手フォールドはさすがに。いや、で、結局これで次全員の場のお金が揃ったら、今度は1枚、1枚開かれる。その今7、1、11だって。今無理だ、無理、これ全部で何回開く？あと、あと1回開く。この中で、そう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 、自分の手札2枚で場の数5枚で役を作っていく。ウタさんがスタンプ送って遊んでる。あ、これフォール、あれじゃねえか、ホールドできないじゃねえか。チェック。あと1枚開かれるんだよね。あと1枚開かれ る, かれる。ベッド。ベッド。ゴール。乗ってやろうじゃないか。なんか適当に押してみたわ。とりあえず乗っておこう。乗ってるし。乗ってやろうじゃないか。降りるわ。こんなもん降りるわ。あ、これは自分の手番が来たら落ちれないんだ。めんどくさいこのゲーム。チェック。お前らさ、チビチビやんなよ。何だよ、200。チビチビすぎんだろ、200って。自信持ってやれよ。あぶねえ。まあまあみんな弱い。豚でやんなよ。まあまあ弱い。もう一回一番やばいじゃん。豚じゃねえよ、これ。なんで今あれでベッドしたの？200じゃグラフにもなんねえよ。ベッドする量少なすぎだ。なんだよ。
おすすめって書いてあったもん。おすすめはあの嘘だよそれ。うん、うん、嘘そのおすすめ嘘嘘。なんでさっきよりちょっと高いの？危ないよ。高いでしょ。なんでおすすめ嘘ついた？時間が経てば経つほどここのあの SBBB とかアンティっていうのが上がってくる。アンティっていうのが強制的に。この1回始まるごとに全員が出さないっていう感じはお金ない場に参加費みたいな形で、うん、で SBBB っていうのが今あれレースサボちゃんのところに D,、はい、D みたいなのが置かれてんじゃん目の前置かれてますその次の人だから俺が SB でその次が BB ジュンジュンが BB って言ってその SBBB になった人はもう確定で140と280っていうのは出さないといけない、はい、あらで、あとの人はそのゆずくんじゃないな、これ芋か。あ、俺か。芋から後ろの人はその280っていうマックスのやつに対して、まあ出すか出さないか、それ以上出すかっていうのを選んでいかないといけない。なるほど。そう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 。コール。さあ、どうかな。コール。で、コールっていうのが場に出てるマックスのやつに対して同じ金額出しますよっていう。はいはいはい、これホールドしてるとどうなるの？もう何もできん。もう何もできないです、このターンは。ゆずくん。待って、俺に矛先終わりみたい。待って待って待って、俺に矛先向くのはおかしい。で、SBBB アンティっていうのは時間が経てば経つほどどんどん上がっていく金額が。わぁ。要は、ずっと同じ金額だったら、何も動かなくなるから、後半になればなるほどみんなもう強制的に参加しないといけなくなったりとかもう手持ちが少ない人はどんどん死んじゃっていくよね、まあ、これは無理だななんでこんな高いのあのバカが上げてんだよ2240円をえぐおいバカ何上げてんだよコールジャックベッド手札が振るわないねそんなんでいいのジェンジェン甘いんじゃないのバカがいるわもうバカがいるよあの人やばいってやってることチェックおい全掛けしろよさコロいやこの商売でさ全掛けして飛んでみクソもんねえ開けてんのかザッコすぎだろお前なんもないなんもないやばいだろそれ負けとるやないかブラフはこうやってつくんだよいやブラフじゃねえわブラフじゃねえんだよブラフじゃないけどあいつはやったのただのバカじゃんなバカがおるって違う落ちなきゃいいんだよ落ちなきゃいやもう落ちそうやろ落ちなきゃいいよ7000なんだからレイズ何レイズってなんだじゃあもっと上げようレイズっていうのが金額を上げますよやめろいや俺はまだあれだからあのベッドコインまだいっぱいあるんでもうないんでそれ以上上がれてやばいんですけどでこういうふうに金額が自分の手持ち少なくなったらこういう嫌がらせができる。まあ、とりあえず開こうや。ああまあまあ一旦ね。一旦ね。開かないとね。ああ。さあ、降りれないのやばくない？降りれる降りれる。どこで？あ、多分チェックホールドをチェックしてるからじゃない？いや。あ、けどチェックはできる、チェックできる、それ順序。チェックはできるときはわざわざ降りる必要ないじゃん、チェックは。あ、そっか。そうそうそう。そういうことでしょ。降りる必要がないから、チェックは。あ、チェックしてから、ホールドしなきゃいけない。チェック。めんどくさ。まあ、それというわけで、私はここで落ちるの確定なので、さよなら。レッド。そういうことね。釣られてんだよな。俺は行くぞ。お、偉い。絶対弱そう。チェックかよ。チェックかよ。
あいつ死んだの。吐き出せ。いや吐き出してやるよ。あほら。チェック。チェックにしようと思う。チェック。なんだか出なかったじゃん。当たり前なんだよ。あほらよ。あれもしかして。ああ、まあとりあえずサコロよりお金少なくなっちゃったよ。いいのかお前ら。サボちゃんが3番手だぞ。あのね、まあまあやってる人たちにね、たまやってるっていうか、俺とハルキさんが1対1でやる前までみんなってあれじゃん、やってなかったからしょうがない。違うんだ、だってウサゴロとかさ、今さあんなクソみたいな手でさ金吐き出してるからさ、金上げてくる。ワンチャンもねえんだわそれ。あ、はい。いやギャンブラーはかけるんだよ。いやそれ無謀って言うのよ、無謀って言うよそれ。うわ、しかも降りなきゃよかったし。あ、4持ってたんか。4持ってたんか。降りなきゃよかった。4持ってたんか。まあ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 。正味ね、このタイミングの前半で4持っててね、降りるんよな。そう。で、しかも2つの絵柄も違うから降りちゃうよね。うん。まあ、たまお金までいっぱいいるし。さあ、楽しくなってきたよ。来たよ。チェック。もう初めてやる人たちがどのくらいやる。あいつブラフやぞ、あいつブラフやぞ、絶対クソみたいになってるやぞ。勝てるよ、勝てる勝てる。あいつブラフやぞ、絶対勝てる勝てる。コールでいいのかな、これすべきで。コールだったら同じ金額が出して、そう、うん、で勝負するよ。それ以上がレーズになるから、まあ要はこいつブラフだろうとか。バイヤー上げてきた、やば。で要はこれでブラフとかだったら乗ってこなかったりする。降りてた、無言で降りてた。おーした、青がいるぞ。え、これ何、あれなんだろう、決めたらもう何なの。あ、もうじゃあこれはもう出すか降りるかのけど、例えばこれでサボちゃんとゆずくんが両方降りたら、今ポットとして2万あるから2万がウサコロに行く。ダメダメダメ。でこれが嘘なのかもしんない。で勝負ならベッドでいいの。ベッドでもいい、うん、ベッドでいい。じゃあ俺は、あ、あざす。いやまあまあ普通に不運なんだけど、あいつ本当にかわいそうね。かわいそう。今でも降りといてよかった。これはしゃあないわ。かわいそう。あー、かわいそう。かわいそうすぎるだろ。かわいそうに、おとなしく漫画読んでるね。あー、みんな1万5000持ってて、こんな前半で死ぬやついる。チンドル、チンドルて。いる、そんなやつ。サブちゃんが悩んでる。チェック。多分持ってるぞ。持ってるなあれ。うん。役一覧を見てました。あ、持ってるなこれ。持ってるね。持ってるね。この場のやつで役一覧見るの、なんだろうな。なんだろうな。どうはない。やめとこう。いや、ここは落ちとこうかな。いいの？いいの？俺一人勝ちしちゃったよ。いいの？ちょっとね。いやでもこの人もね。はい、グラインドレベルアップしました。この人どう？ハリキさんも大体ねあれなんだよな。あのあれするからな。ブラフ使うから。さっきのブラフだよなんなら。うん、だと思ってた。なんとなく思ったけど。さっきのはブラフだよ。単純にあの妹とサボちゃんどっちか落としたいなっていうので。よし、手札が。いや、これは、手札がやべえわ。手札が。手札
がゴールだよ。おお、サボちゃんか。これは俺もじゃあ乗ってあげないといけないね。あ、もう無理だ。チェック。まあまあ、俺嫌がらせしないから。まあまあ、じゃあ一回、一回落ち着こうか。一回、一回ね。そうそうそう。いや、待って。チェック、優しく。もうチェックしてあげる。じゃあ僕はまあチェックしてあげようか。俺かよ、勝つの。いや、あのね、俺ストレートとフラッシュがあったから最後まで降りなかったんだよな。次も頑張ろう。サオちゃんがいいの持ってると思ってチェックしたのに。やばいよ、サオちゃん死んじゃうよ。やばいよ。開けて。まあ、これは一応かな、俺も。あ、降りだ。いや、もうオールインしかない。そうなんだよね。まあ、あと2回ぐらいしかサボちゃん生き残れないから、アンティーが2択だから。ああ、なるほどね。そう。どうしようかな。どうしようかな、これ。あ、乗るか。コール。コール。チェック、チェック。チェック。チェック。おっしゃー。おー。うん。ワンペア。まあ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 、これぐらいなら。払ってもらった。弓が外れました。金が増えたぜ。ブラインドレムってなんだ、よくわかんないんだ。要は時間が経ってったらこのサボテンが180円だった。アンティと SPDB は上がってくるよ、一応コールはするけど。あと2分後にまた上がっていく。ああ、そういうことか。そうそうそう、ピンポは参加しないってことだよね。うん、じゃあもう行くしかない。180円だよ。かわいそうだからいいよ、乗ってあげよう。ああ、行こう行こう行こう、もう行こう行こう。じゃあ乗るか。行こう行こう、乗る乗る。これもうチェックチェックも。あ、もう乗れ乗れ乗れ。乗れ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 。全員チェック全員チェック。あ、だけどまあなんだよ、この4人のあの。あ、もう行け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 。もうこれは。行け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 。もうダメだ。もうサウちゃんのこれはもう手札次第だからこの。もうダメだ。降りてるやついるぞあいつ。降りてるやついるぞ。降りてるやついるぞ。おい、降りてるやついるぞ。あ、とりあえず降りましょくよ。そらもう。ああね。はい、ありがとうございます。はい、どうも。さようなら。どうも。お、飯野さんいらっしゃい。こんばんは。フォーカチェスト聞いて。あ、でもここら辺からなんかちゃんとやんないといけないね。そろそろ。よーし、頑張るぞ。いや、じゃあなんかね、落ちた2人が弱いとかじゃないけど、そろそろ使わないと。やばくないけど、低評価を押しに来ました。あ、いけないと思う。ありがとうございます、低評価。はい。感謝します。やっぱ危ない橋は渡りたくないからさ。ああ、なるほど。頭を使わないとね、パチンコと一緒だよ。うん。まあまあ、それはね。ギャンブル代は座らない。ギャンブル代は座らないさ。これ感染の人ってさ、全員の手札見えてるの？見てないんかな？見えてないと思うけど。見えてないんかな？見えてないんだ。どんなのサボテン？チェック見えない。場のやつしか見えない。ああ、そうなんだ。見るよってあれだね。なんかあれ、ね、面白いけどね、見てて。うん。やっぱ大富豪やるしかないでしょ。うん。出た大富豪。ああ、これはちょっと俺は落ちで。そうだよ。危ない橋は渡っちゃダメだよ、やっぱり。ちょっとね。一番最初に渡ってさ、何言ってんだよ。最初ね、手札いいなって思ったけど、ちょっと、かなり良くないな。感染は全員のが見えるようになるアップデート。マジですか。そうなんだ。それあったらめっちゃ気に入る。
コール。うん、正解。降りて正解だな、俺はこれ。うん、チェック。ああ、じゃあ行こうか。あねえ。あらあ。危ねえ。惜しかったね。やだなー、もう。よかった。ちゃんと勝負したくないんだよ。今はそろそろあれだからね、そろ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 オールインを考えないといけない金額になってきてる。オールインとか誰かを殺しに行かないといけないから。行かないといけない。チェック。いやガチで悪いな。いや手札悪いよ。誰か芋潰しに行くか。ありあり。誰か手札がこれ。いや行く。まだ落としに来てるやつ。いいんだな。ちょっと傷を受けてるから。ちょっとな、いや勝てると思ったんだけどな。しれっと削りに行こうかと思ったのに削られた。ゆずかん、男らしくオールイン行こうぜ。いや、うん、OK、行くわ。チェック。うん、行くわ。多分持ってるよ。いや、多分ね、ストレート狙いだと思うんだよ。あ、でもあれかな、別にまだ死なないか。あ、これ多分死なないか殺しに行くかのどっちかで。コール。チェック。ん、これ勝負するときってベッドでいいんだっけ。ベッドでいいんだ。ベッド行きます。あ、持ってるな。バイバイ。まあ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 、うん、6、4持ってたんで。あ、危ない。俺6待ちしてたんやね。6、4持ってたんで、あ、これいけるなって思って。そうだな、潰しにかかってもいいんだろうな。コール。まあ、これスタンプもチェック。あ、死んだらダメだよ、死んだら。そうだ、おー、死んどるやつが騒ごうとすんな。もうだ。そろそろみんな死にに行きませんか。やばいってこの人。いやだって待ってるのが3人いるからさ。死に行く、死に行こ。バカがいいんだけど。ふざけんなよ。ゆずくん男だろ。行けよ。ふざけんなよ。行くしかねえだろ、ゆずくん。やるそれ。やるしかねえよ。死に行こっか。これ行こっか。やっぱ1回目は、ね、ルールを確認ということで。やっぱりもうそろ次の試合に行かないといけないと思うんですよね。そうだ、いやこれ同じ試合か。待って、どうなんの、どうなんの、これどうなんの。おー、使いがちだね。あのね、なんかさ 1V1 になっちゃったんだよな。結局この2人になっちゃった。だから俺これ行きたくなかったんだよ。春樹さん、やっぱ男らしくジュンジュンみたいにね、さっきのジュンジュンみたいに、ね、やっぱりいっぱいお金を持ってる人。お、逃げたぞこいつ。逃げた。悪くないね。あー、もうこれはいいよ。ママよ。それはもう早く終わらさないとね。おい、ジュンジュン、ちょっと待って、これがプレイヤーだと思うよ。おお、これはないわ。ないわ、マジないわ、それないわ。今日ダメだわ。今日ダメだろ。
ジュンジュンの運が勝ったな。今のはジュンジュン死にに行くやつだろう。いや俺も死んだかなと思ったけどさ。さゆきの月に勝てるかな。ちなみにこれ見てる人、こういう俺らみたいなポーカーは本当はしちゃダメだから。あ、間違えた。待って待って待って、何してんの。何してんの。あのね、チェックとね、フォールド間違えちゃった。失礼しました。チェック。チェック。ベッド。降りるね。さゆきやっぱりついてるね。うん。まあ、多分これ見てる人たちつまんないんだろうな。俺漫画読んでる。見てね。が見えるんだったら楽しそうだけどね。ね、うん。いけじゃんじゃん。いけじゃんじゃん。あ、でもあれか、俺これ負けても死にはしないか。負けても死にはしないのか。お。お。おお。勝つんかよ。まあ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 、まあ。まああれか、まあこれがまあ一回みんなルール確認のための、俺終わりに行ったんだけど、今絶対ハルキツさん負けて終わらせようって思ったんだろうな。行けハルキツさん。あ、もう投げられたなんて。コール。もうもうこれはね、もうどっちかがね死ぬか知らないかだけだよ。あ、死んだじゃん。勝った。ごつい。はいはいはい。まあまあまあ。まあまあまあ。まあこれで大、これでみんな大体ルール分かったでしょ。あれ、うさころは？よし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 。あ、これ一回、あ、はじかれるんだ。めんどくせえな。あ、これ一回戻るやんないといけないのか。そうっす。なるほどね。一回部屋立てて。で、また部屋立てないといけないのか。なんかあれだね、1万5000円長くなっちゃうね。長いね。ちょっと長いっすね。あのちょっとお手洗い行ってくるんで、あの部屋版ディスコ貼っといて。あ、待って、ダメだ。待って、やりました。ブルブルブル。あ、別にブルブルブル。ああ。ブルブルブルしよう。あ、またやった。またやった。もう一回俺作り直してんだ。全部限定にしたい。楽しいね、ポーカー普通に。いいよね、なんかダラダラできる。うん。もう身内でオールインオールインオールインとか。のバカみたいになるから。多分のブラフしかないから。どうしよう。はい、526728ディスクに入った。ああ楽しい。あ、これがいいっすね。多分見てる人だったら何が面白いのかよく分かんなかったウサコロはあれ、あ、ウサヒチは、あいつ、あいつ漫画読んでずっとどっか行った。漫画に夢中になってる。あ、あミュートにしてる。絶対ミュートにしてる。おい、漫画見早く。漫画じゃねえ、漫画じゃねえ、来たよ。成長してた。すんな。マジクラすんな。いや俺も初回に死んだらモンハンやろ。モンハンなんだよ。なんでだよ。ライズっすか。レイズっすか。レイズっすか。ウサゴロさん。レイズっすか。うっせえ。うっせえや。ちょっと待ってろよ。レイズ。ね。本当にリーズしてるやついるぞ。あ、マジって言ってんの。じゃあさよなら。乗ってこうぜ。さよなら。じゃあ俺コールで。バイバイ。あれ？さよなら。あれ？乗るわけないでしょ。乗ってこうぜ。とりあえずチェックから入っていきます。ねえ。コール。はい。もう絶対ウサコロこれブラフだもん。一旦、こう行ってみろか、コール。
コール状態って思うじゃん。あれなんか持ってなさそうなんだよなって思うじゃん。実はですよ、実は実はオールインする、実はまあね、マイクラの整地がしたいとかそんな思ってないっすよ。ごめんなさい、そんなじゃねえよ、そんな思ってないっすよ。ちゃってるんすよね、それがめっちゃ上がってるじゃん。やめとってもらっていいですか。なんでじゃ乗ってたの。おぉ、あげるね。マジで譲っかんの、アホな、マジで。いや、多分な、9持ってればストレートだから、ストレートだよ。ああ、そういうこと。いいよ。でもそれだったら普通にもっと上げてもいいけどね。まあ最初の番じゃない。やっぱストレート持ってるね。ウサコロかかった。フラッシュじゃん。フレッシュ。あ、そっか、それ言ったやん。なるほど。あー、なんかフラッシュで語られるとうぜえな。ジュンジュンの方がいいぜ。それはそう。なくなって、ジュンジュン。なくなよ。なくなよ、ジュンジュン。いいもん、僕は。ポーカーの人数合わせじゃ誘われないんだから、クソ。毎回誘ってんだよ。毎回誘ってんじゃん。来ねえんだよ。スプリットゲート俺、たぶんそんなことねえぜ。だって飽きるじゃん。冒険言うじゃん。てか、アプローチしてこねえじゃん、ジュンジュン。顔なんだ。なんかね、ずっとバロだってした。だからだよ、裏でバロやってるから誘いづらかったんだよ。そう、一人でバロやるわってツイッターで言ってたから、あ、いいや、じゃあ誘わなくて。誘わん方がいいのかなと思って。あ、受信か2種類。そらそうか、2種類います。あれ良かったもんな。でもこの街2種類か。だってさっきのやつそんな強くなかったし。あ、でも両方貫通になったんだ。ハイクロススティンガー弱すぎる。あー、ドキラー M。 なんか SS 単端しか欲しいけどね。ちょっといまいちだね、両方チェック、バランスが取れてる。オッケー。もう俺3だから負けたんか。違うか、2ペアか、2ペア。金がなくなってくわ。俺まだ1回も勝負しないんだけど。ボタンだね。普段もあるしな。普段があるからな。ザさんか。パかわいいだろう。ないよ。みんなで顔を送り始めたって。なんか俺の妹の最強の絵文字やめて。うぜえな。どうした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 。あれ始めたあれ始めた。あれ始めた。なんかだんだん言ってるやついる。虫がいた。ああ、そうでしょ。 G大パンし始めた。 G じゃねえ。 G の手ではやばい。マジで持さないよ。結構やばい。 G じゃねえ。 KKK って何。高いよ。小林だぞ。小林の方かい。小林は手でやらん。めっちゃ考えてたの。考えなくていいんだよ。めちゃめちゃ考えてた。来たなよ、マイクラ。あいくらやってんじゃねえ。コール。あ、今コールしたの？間違えた。うん、コールしたよ、あなた。いや。君は今コールをした。あれ、ちょっと俺落ちかな。降りようとしてたの。コール。来たらやろ。チェック。チェック。うん。よかった。おお。あの、なんだろう。結構なんか、ちまちまと。なんか、少しずつ勝ってくからみんなからね、嫌われるんだよ。なんだこの。ちょっと。
もう心の声が漏れとるやついんのよ。やだこの手札。やだこの手札。あまあ上だな。いや乗るか。なんでその買い文字使って。なんか顔文字めっちゃ高くてくる。チェック。うわここまで何も上がらない無意味の試合が始まってる。あ無意味な試合だ。チェック。誰かが開けそう。いけにボンだいたい。あ俺これならパテるやろってやつが多分上げてくれるから大丈夫。うん、絶対こいつ整地してるぞ。白い絵文字になってねえで。チェック白やよ。セットかよ、しかも。さよなら。いや、でもあれか、これ、ダイヤ持ってでも勝つんだ。イモちゃん殺そうかな。はあ。あや、あいつダイヤ持ってんだよな、多分そうすっと。って思うじゃん。いや、イモちゃんギリギリ生かしてあげる。ベッド。ギリギリ生かしてあげる。本当にギリギリじゃん。殺すギリギリじゃん、本当に。ちなみにそれベッド、あのベッドした瞬間にね、イモちゃんとサバさんが死ぬっていう。いや、降りたらいい話だよ。降りたらいい話。ああ、偉い偉い。偉い偉い。怖いんだよな。鈴くん、行けよ。もう行くんだ。ほら、やった。初心。あいつ、つえ。金がつえ。金が勝つか。あ、金がしょうがねえな。K9A もしょうがない。よし、これで殺される対象がゆずくんになった。2-0なんか。0か。一旦深呼吸だね。やる気起きねえな。何がリゼロなの？え、もうホストモンストの。ああ。11月に出るテンスラのゲームしたい。何それ？何それ？レイズ。なんか出るらしいよ。11月？なんかレイズしてる人より怖い。レイズしてる人。まあまあ殺しかかってんとクソ受けんだよ。じゃあね、俺お金ないんよ。あ、間違えた。もう。はい。はい。最低。お金ないんよ。俺もお金ないけど。いや、もっとお金ない人が、あね、4000円ぐらいで勝負仕掛けてる人もいるから。うん、私です、それ。あ、もう無理です、これ。無理です、僕。行こう行こう。間違えた。エミリアとスバですよ。お金がないんです。お金もないから、お金もないから、無理ですから、ください。あいつコールしてきたぞ。ふざけんな。ふざけんなお前。ふざけんな、コールすんな。なんかおるって。クロス分身。乗るしかねえよな。あ絶対死ぬって。やめて。あの人ビッグエムに乗ってるって。あいつ妹を殺しに来たぞ。あーやばい。やめて。あって俺まずいかも、まずいかも。あざっす。これか。回収完了。まあまあでも私まだ。よし。あの一番最初の始めからして。まあでも8000あるから大丈夫です。まだ大丈夫。俺もう死ぬんだけど。まだ大丈夫ですよ。俺死ぬけど。何？俺死ぬけど。俺とゆずくんも恐ろしにそうだな。いや俺の方が死ぬだろ。なさ、毎回やってるやつが一番勝ってるって何？もう俺さ、チェック。やばいな。え、これどうしよう。チェック。無理だろ。チェック。一応チェックはするけど。チェック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 。みんな保守的だな。いやー、チェック。ゆずくんいいんか、そんな攻めなくて。
チェック。行くぞ俺は。チェック。走るぞ俺は。チェック。もう無理です。まあまあまあ、ここで上げられなければまだ死なないからだ。ここで上げたやつはマジであれだよ。やばい。ゆずくん殺しに来てる。あざっす。ああ、まあ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 。優しいね、いもちゃん。優しいでしょ。ゆずくん殺しに来た。俺なんなら豚で殺しに行こうとしたけど。殺しに行くやべえな。豚で殺しに行こうかと。コール、いやーもう無理じゃねえ俺これ。もうオールインしかないよ。オールインしかないんだよね正直。死んでもらおうか。あと1回だね。死ぬわ。やめろ。チェック。正直負けると思うし。無理無理。正直無理っす。これは。サブちゃんがさらっと降りてる。さらっと降りてんだよな。偉いんだよな。いいよ、俺死に行くから任せて。なんで乗っちゃったのかな。わざろう、俺が死にに行くからよ。ほら。いやー惜しかったね。あー順順、あー順順、あー性格の悪さ出てる。俺じゃなくない。これいや、これ一旦目でベッドした方が悪くない。俺に行くって決めてたんだ。ほら、じゃあもう俺のせいじゃない。いや、みんな降りたらさ、ゆずくん助かったじゃん。なんで、なんで俺怒られてんの。コール、怒られてんだ俺。あー、手札来ない。チェック。これなんか死んだ人見えるようにすると面白いかもね。ね。うん。見ても何も悪くねえもんこれ。よし、じゃあ俺待ってる間、スイッチのゲームやってよ。なんだ別系やるんだよな。早くしろよ。俺ポケモンユナイテッドやっとくわ。あれって面白いこの。俺は普通に面白いかやってます、ね。多分面白いと思う。時間制限のある、あれだから、ロールだから。意外と面白い。わかんない。あのね、タワーディフェンス。タワーディフェンスじゃねえか。まあ、でもなんか10分で終わるときもあれば2時間半やっても終わんないゲームです。まあでも、ポケモンユナイトは時間制限あるんで。そう、楽っすね。いいよね。ギゼロ主人公が出てこないパターン。レムラムな。レムラムエミリアタン。レムラムエミリア。マジでそんなに弱かったか。まあ主人公出してもつまんないしな。スバル、スバルくん、スバルくんか。スバルに戻りできない。あいつは死んだよ。おお、かわいそうに。いや、あのワンちゃん星5でスバルだったかも。いや、かわいそうだよ、主人公今まであったか。こんな主人公がいてたまるか。無慈悲だろマジ。スバルはハイフタル。スバルどうしたの？スバル死んだ。死んだの？スバル死んだ。コラボに出てこない主人公なんて今までいた？いない。コラボで主人公が出てこない。出てこないというか、その一番星56で出されないことはなかったの。スバル。ああ、なんか俺勝っちゃった。いやね。インタカミカでね、インタカミカもらえない事件はあったけど、ね。よかった。ついてるね。出ないのか、かわいそうに。あら、もしかしたらあれじゃない、なんか超究極で魔女のあれでスバルが来るとかじゃない。いやー、かわいそう、スバルくん、そんなに下に見られた。これ大罰金受けんじゃん。いや、でも正直まあ強いかって言われると強くないからなんとも言えねえんだ、ね、別に能力何にするって話になっちゃう。そう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 、まあ、考えにくいからまあ出さないっていうのは分からんかもないけど、結構かわいそう。本当に出てこないじゃん。よし、ポケモンじゃないとやってみて。じゃあ終わるまでやってます。ランクマッチ。待って、芋だけだったんか。そうだよ。待って、
配布じゃん、スバル君。配布じゃん。スバル君配布星4個でも出してくれなかったんか。いや、わかんない。まだわかんない。配布じゃない可能性もある。超究極の可能性で見てるから。マジか、かわいそうなんだけど。コール。あれ、スタンプにも来ない。チェック。チェック。あれ？忘れられてる？もしかして。あ、もしかして俺らに。ハンクゲーの。あれ？まあ、けどここで出してるからもう0時からだろうね。なのかな。でもなんか言うほど強くなさそうな雰囲気してる、ね、あの俺らがモンスターニュース夢中になってたサボさんがもう死にそうになってる。本当だ。やばいじゃん。次がラストだ。コール。チェック。エルザ、マジョ。なんかアピール、ここ、降臨か。強く生きろ。ベッド出た。嫌がらせしてんだけど、あいつ。僕降りるんで。あ、まあ、ピテルキスは来るよね。液体が出ないのかな。アクリルまでかな。メイリーって誰？え、俺知らんキャラいいんだけど。メイリーって誰？リゼロ最初しか見てないからこれ。いや、多分ね。え、メイリーってアニメって出てきたっけ？出てきてなくね。アニメ出てきてないよ。ないはず。さすがにそのタイミングの俺に怖いって言うと。やばいな、俺自力なんだけど。ちょっとやろうじゃねえか。頭悪そう。頭悪そう。サブちゃん、金がないの。なんか勝負してるんだ。いや、じゃあ、無理よ。大丈夫、もう絞り取る、取って絞り取るだけだ、だけだから。何が絞り取るだ？あんだってお前。クソが。ナイスラッシュ。ナイス。絞り取るだけかと思ったんだけどな。悔い改めるのです。一旦深呼吸だね。きつ。よいしょ。画面上すべてのコール。コール。え、強ない？チェック。ん、そう。え、強くない？あ、50万か。いや、強くない？強いよ。99% で一旦遅延って。え、うん、強いな。レッド。コール。いや、したれ、ピカチュウにボコボコにされとる。レッド。ピカチュウにボコボコにされてるよ。え、スバル君どこ行った？何も出てきてないじゃない。あ、どこなくてスバル君。スバル君まだない。感謝いたしますわ。あ、なんか、イモちゃんがどんどん追い上げてきてる。いい感じでしょ。コール。コール。あ、間違えた。まあいいや。ダラダラしてたらもう俺お金なくなってる。そう、俺もね、今ちょっとダラダラしてたらね。お金ないんだけど。お金欲しい。ってやるよ。何も見てなかった俺。めっちゃダラダラしてた。チェック。いいよ。チェック。寄付しろや、お前ら。誰してる？寄付しろや、もう。知ってんねん、こっちは。お、スバル君。出た？情報。進化前。進化前。進化前のロボが来た。
これ俺は悪くなくね別に。あ、これはね、しょうがないよ。だよ。変だよ俺の手が。運なんだわ。これハルキさんがあんだけど。これあれ、え、なんかなかなか、なかなかいいあれじゃんね、もらってるね。うん、ベアトリス、あれか、あの、これ、今まで関わってきた人たちと。だね。うん。ってことは、多分ガチャゲンの、あいつらの、何かしらのアビリティもらって、運極ってことでしょ。多分そうだと思う、それぞれで。バカ強いね。佐伯やっぱりついてるね。そうなったら。これはカジガメ取られたかな。なんか俺が勝負するとみんな降りるんだけど、なんで悲しい。均等に今配ってんの。あと芋に3000ぐらい配る。3000ぐらい配るんだけど。トントンぐらい。なるほどこれ。ああ、イラストめっちゃいいじゃんこれ。それか。勝てないこれ。めっちゃイラストいいじゃん。イラストいいね。まあ4000ですよ。あ、そんなに上がっちゃってんだ。うん。だってもうアンティーとか SBBB が250と2500だからね。ありゃまあ。そろそろあれだよ。みんなあの、次ぐらいで5000だから、マックスが。もうみんな死んでいくよ。そろそろね。ベアトリス・スバル。これさ、普通にガチャいらんねんじゃねえ説出てきたぞ。ああ、あいつゴリ押ししてくんじゃん。めっちゃ。お、やる？お、来るか。あげようぜ。なんだ。あげようぜ。ゴールで、あそこ喧嘩見に行った。やっぱダメよな。ダメよ、この速度ってどこで使うねん。あげようぜ。これでジュンジュン死んだろ。次。緊張した。まだ死なないのか。まだ死なない。コール。レイズ。あげようぜ。いいよ。そうか、はい。やめよう。チェック。機械を手に入れて。チェック。チェック。よう寄ってってるな。チェック。寄ってってんだから。え、リゼロ？コラボ外れじゃね？ワンペア。あ、俺これ勝ってたじゃん、俺。本当だ。勝ってたじゃん。逃げたな。いやー、行けばよかった。そんなちっちゃいので生き残ろうとするからだ。本当だよ。俺も勝手に勝負入れられてるしな。だから。おい、ザゴロ勝負だ。お、さっき死んだ二人が。さっきはルール説明でしょ。そう、さっきはルール説明だ。あんな。行こうぜ。多分ね、これ普通にイモちゃんが振りすぎない。うん、もう圧倒的に振りで。だって一回リーズしたら待って、もう勝負するか降りるかしかないでしょ。ね。いや、そこはレイズで殺しに行くんだ。チェック。それあれかい。ゲームレイジになると死ぬんだよ。カードがゴミすぎるよね。ワンペア。これで五分だな。感謝いたしますわ。うん。お、いい勝負じゃん。レイズ。コール。チェック。チェック甘いだろ今。コール。あめえよな、そりゃな、甘いね。甘いよ。これは甘いわ。終わったか。甘いわマジで。これ終わったか。いや。え、クイーンが出れば。ああ、分かった。
いやもう、イモちゃんのそれは甘かった。甘いよ。それはもう。やっぱ、うさころの挑発に乗るしかないよね。早く終わらせるために。ガリージ。OK。あ、終わった。あ、終わった？ちょうどこっちの試合終わった。カボテン起きてるか大丈夫か。うん。勝ってマスターランク上がった。オッケー。終わった。もうマスター上がったから俺もとても言えないと終わり。ローディングがクソ投げ。うん、3秒と。マジ。めっちゃ長い。1万5000がちょうどいいぐらいな気がした。なんか1個ちょっと少ない。ね。1万5000ちょうどよかった。まあやらないとわかんないしね。俺とハルキさん2人だって1万5000ってやつだよね。確かに。あれ何だろう？1万50001万だとなんかね、知らん間にし、なんかね、禁止のやつが出てくるからちょっとかわいそう。初動でね。初動で。初動で禁止。はい。はい、はい、18、5、2、チョキ、それかよ。ないわ。まあまあ最初だったくね、こっち。これコピペできないんだ、みんなくさんに。できる。そうなんや、できないの。あ、そっか、みんなスマホでやってんの。いや、え、PC あ、スマホはできる。スマホができて、なんで PC でできねえんだからやろう。え、PC できるよ。できない、できない。あの、マウス操作からはできない。え、普通にコントロール V のコントロール V だよ。コントロール V でできたよ。やば、たぶんジュンジュンの方が特殊だわ。チートだ。どうしとこう、ね、報告しとくわ。なんでだよ。ディスコでいいとりあえず報告するから、いきなりレイズしてる人がいるんよ。頭悪いんだよ。やばいって、あの人。あいつ。コール。まあでも、イチゴだから、まだまだ。まあまあ、お金はね。そうそうそう、お金はある。そうそう、乗れ乗れ。あれか。俺がやったらジュンジュンバンとかになっちゃうんだ。そうだよ。だ急に何も分からずに無音で俺はポーカーをすることになる。え、消されるんじゃないのこれ多分このグループから。そうだから。え、あ、ここから。あ、違う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 。ディスコディスコ言ってたら。ああ。かわいそうに。あし、ん、今日日曜日今日火曜日で、うん、今日日曜日。今日日曜日だ。うわ、めんどくさ。どうしよっかな。緊張しかやすい。これは終わっちゃうかな、俺。なんで東京ドームまで行かなきゃいけない。そう。ああ、ハッキーアップ出るよ。ベッド。ちっさくね、ベッド。ッド。ああ。レイズ。やっとけばよかった。これも神のお導き。ああ、言ってた分あれか、フラッシュが。4あったのに。あ、それ、あ、それ、あれ、1、2、3、4、5ってできたんだっけ。え、できないの。できんじゃない。いいの、上が。あんま。どうだったっけ。できなかったような気が。いや、マジで。2は多分、1と2はかけ離れてる、多分。だよ、ね。あ、そうなの。え、さっきできてなかった、俺。あれ、なんか、1はね、1にもなるって書いてあった。らしい。知らなかった。騙されたかった、順々に。すぐ嘘つくじゃん。嘘つくじゃん。本当にすぐ。いや、うちの界隈だとできなかった。どこの界隈だ。どこの界隈だよ。いるかその界隈。俺が大学時代ポーカーやった時。テキサスじゃない方の。前ちょっとぼんとしてました。チェック。白芸コイン。チェック。チェック。チェック。またなんかめんどくさいやつが出てきたな、これ。チェック。チェック。まあまあ、ベッドしない限り。チェック。あ、なんか、降りれないから。誰かダイヤ持ってんじゃねえのか。誰かダイヤ持ってんじゃろ。絶対誰かしら持ってるだろ。絶対誰か持ってるよ、これ。もうベッドしたやつがダイヤ持ってる。誰も持ってねえからダイヤ。降りろ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 降
てねえのかよ。一層ウケんだけど絶対持ってねえよあいつ。あ俺これなら勝ってたし、てねえよ。10のワンペアだったら勝ってたし。読みだよ、スケルトンホース。コールはぁ、コールよいしょ、コール、コールか、レイズは、コール赤じゃない、さけんしねえよ。コール切れられちゃう。マジ調子のみ、ここは勝負。お前だよ。そのちゃんが降りた。まあまあまあ、普通は降りる。普通は降りる。こんな頭の悪いやつらがね。おいおいおい、上げてきたやつが降りてんじゃん。おい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 、いいか、2人。いいか、これは。じゃあさよなら。降りていいかよ。いや、マジで？調校します。いけるだろ、ハルキさんでしょ。めっちゃ舐めって書かれじゃん。舐めすぎだろ。ハルキさん、オールインしちゃえ。バカだろこいつ。バカがいいんだけど。ふざけんなよ。それ俺勝つ流れなんだろって言うたやんだから。いや、いけるよ。ゴーが入れる。マジだるいなのが。いける、いける、うぜえよ、あやね。くそ、運ゲーだわ、マジ。うん、ハルキさん、俺さ、降りなければフルハウスだった。運ゲーだわ。普通にかわいそう、今の。サボテンめっちゃ命大事。ここでバカしてるのに俺らが。あんたあいつあげてんのバカだろ。コール。ああ。レッド。レイズ。さっきの金ねえんだ俺。あげてくんだよ。あ、面白い。レイズ。あいつ多分。嘘だよ、嘘、あんな。あれ。おおおお。あ、これ本当だ、本当ね。俺死んだ。俺本当死んだ。もう死んだあいつ。よし、もう入ろう。なんだあいつ。死に寄ったぞあの男。あ、じゃあちょっと終わったら、何も確証ないのにこんなに爆上げしないだろ。何でしょ。終わったら教えて。ちょっと CW やっとくわ。なんでだよ。なんでお前 CW やんだよ。なんかやりたくなった CW。 おもろないって。降りろ、みんな降りるんだ。ゴールするっちゃね。待って、俺消しちゃったんだけど。はぁ、ね、じゃあ分かった。あ、おい、乗るんじゃねえよ。あげんじゃねえよ。じゃあ俺は落ちるわ。あ、面白い。みんな落ちろ。ふざけんなよ。俺は落ちとくよ。ハルキチさんを助けたら俺は落ちとくよ。降りろ、降りろ、みんな。4670ね。ちょうど合わせて言う。ちょうど合わせて言う。4800しかできないんか。なるほどな。やり合えてめえら。そんなこと言ったらやり合うしかないじゃん。敵は俺だけじゃない。敵は俺だけじゃない。まだいけるだろうんじゃん。待って、俺これ勝ってたんじゃない。まだいける、まだいける、まだ行こうぜ。あ、行く。まだ行こうぜ。いいよ。もうやるしかねえ。待ってるし、普通。3カードはエグい。
フリーガードか。いやいけると思ったんだけどな。まあでも僕まだ生きてるんで。何、人が死んだから俺が死んだ人みたいな、よくないよそういう。あ、面白い。うん、面白い。いや、ポーカーでここまでバカすんのちょっと久しぶりだな。チェック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 。ポットの2500でも欲しいもん。チェック。チェック。チェック。なんだろう、この2500が欲しい俺は。だよな、もう俺2900だから。さすがにあげるバカいねえだろう。いやでも俺これでさ2500もらったところでしょうがないんだよな。じゃあ勝負したらいいんじゃない。勝負したらいい。バカンとマジかお前。ふざけんなよ。勝負しようぜ。金が足んねんだ。さあこれオールインしろや。おっ金が足んねんだ。金の亡者になっとるが。いやもうだって最初以降はもうね、手がたく潰しに行く。よこせ。あー、だるいー、だるいー。あー、でもこれあれか、分配されんのか。そうか、お金が。くそ。やばい、頭に血が昇って。死ぬ、死ぬしかない。サブちゃん優しい。ね、優しいね。優しいよな、サブさんは。今日いいぞいいぞ。いいぞいいぞ。やばい。許さねえ、うさぎ許さねえ。殺せると思ったんだけどな。うさぎ許さねえ、危ねえ。人おるんよ。あれ、ゆずくん死んでる。死んでないよ。死んでないよ、お前だよ、死んでる。死んでない、お前だけなんだ。俺だ、俺だ、俺だ。俺、ゆずだ。俺、ゆずや。俺、ゆずだったんだ、そうだ。忘れてた。なんでこんなヒリヒリしてんだ俺。なんでうさころ5万4000円も買ってんの。え、俺ちゃんとオールインやってるからね。オールインでボロ負けされた。ボロ負け。あ、これ言ってよかった。チェック、チェック、チェック。え、うさころオールインでしょ。オールインしない。なんで。だって今ポーカーやってるもん。あ、マジで来たかこれ。モーセでしょ、さすがに。なんでお前やねお前、マジぶっ殺すぞお前。わあ、わざこれ配信のチェンジ。何やってもチェンジン暴言吐くやん。うわ、これ誰だよ、ベッドしたやつ。やばい、今までになりひそめてたやつが急に。俺殺しに来てるしな、しかも。ジャストじゃん。ジャストキュー。ジャストキューでーす。ジャストキューでーす。ほら、さあいけ。ナイス。やめろいいねえ、これモーセなん。いや違う、よかった。スキルです。ついてるね。はリルえ、このタイミングでキスキルなの。マジで言えてる。そうだからブチ切れた。あ、でもキスキル、え違う、アーサー、アーサーだってアーサーじゃないの。いやもうガッツリキスキルでしょ。ちょうちょう、なんかアーサーが3年周期で来てるっぽいからさ。チェック。ああ、じゃあアーサーは来るならアーサーだろみたいなのがあったんで。ああ、かわいくねえし。サブちゃん許せねえ。ごめんなさい。いや大丈夫、そういうゲームだから。レイズにレイズを来たんだよ。やばいね、強いよこれ。恐ろしいよもう。なんだ、もうやめたい。よろしく、やめたいって言って。あ、それなんで。あ、あ、勝負しに行った人がそれはやばいよ。おっと。ねえ、もうやだ。殺しに来た。殺しに来た。逃げれるかな。逃げれるかな。逃げれるかどうか。逃げれるかな。何のベッド、どういうこと。ねえ。
無理でしょ、普通に無理でしょ、降りたこれは無理でしょ、あいつ絶対ブラフだと思う、絶対ブラフでしょ、絶対ブラフ、マジ何もなかった、絶対嘘、絶対嘘、ワンペアだけかな、嘘、ワンペアあったんか、一応5のペアだったのに、5のワンペアしかった、だから言ったじゃん、弱いってあれは、いやだけどあれはさすがに上げすぎるのは危ない、いやけどあそこは勝負行ってもいいと思う、チェック、あ、堀木さん死んでるのか、俺死んでる、だってサボさんに殺されたじゃん、サボちゃんに殺された、そうそうそう、慌てずぴったり殺されたんだよな、超強プラズマな、超強プラズマな、超絶プラズマでいいでしょ、あれ、レージャーブーストつけてるのか、全敵、全敵見てよ、チェック、強くなくないっすか、あ、けどワープついてるのか、チェック、チェック、どうなんだ、ワンペア、なんかワンペアなんだ、ールの魔法陣のよかったついてるね、ロックのワープ、誰がいる、誰もいねえ、どこで使うんじゃ、ええ、イザナギゼロ、どこで使うんこいつ、チェックチェック、使いどころね、チェック、だってこれあれじゃん、あ、アンチタミジョが増えただけか、使わないでしょ、チェック、いらねえな、で、あ、でもあれか、 HP 回復がオーランチになってるからなんかできそうだけど、いやけどあのアビリティ的なセットで言うと言うほど使い道ない気がする、あ、なんか砲撃で、だ、砲台で弁財天、あの、なんだっけ、あいつ、呪術廻戦の光のやつみたいな、微妙だな使い方にはなると思うけど、微妙だな、まあ遊撃はつけたくないよ、なんかパッとしたけども遊撃はつけるでしょ、超砲撃型だし、ああまあつけるか、うん、いやけどそれでもそれでまあまあそう、まあ、けどつけて有効ブーストので砲撃型の強化プラズマ初、うん、初だよね、砲撃型の有効ブーストは、うん、バカ強いのか、いや強くない、チェック、強くないと思う、全敵超メティアはどんぐらい殺すかだな、そんなチェック、いや使うところがねワンペア連れて行くとこはない気がする、うん、よかったついてるね、やばいな、そろそろ先地殺しに行かないと、ん、そうだよ、さあ、なんだこれ、前に俺を殺しに来る、おっと、金を配ってやってたのに、先地殺しに行かないと、あ、モーセも来た、モーセだね、チェック、やっとモーセも来たか、チェック、モーセ、今日モーセは強くなると思うんだけどな、さすがに、あ、でもなんか新谷の分岐で来るか1個だけかで、小野の小町が分岐できてんだったらもう分岐じゃない、分岐じゃないって多分言われると思うけどね、モーセは、うん、俺モーセ55なんだけど、ラックくさラック55なんですよ、やっぱりついてるね、どうも、なんか今回みんな命大事にじゃない、ねね、俺とハルキスさん病で死んだのに、イモちゃんがね、じゃあだってカードがないんだもんできないと思うなんも、いやあのね、俺がちょっとでもブラフやるとねみんな降りてくからなんか悲しいんだよ、いやウサホラもオールインしちゃえよ、だってなんもないんだもん、全員殺しちゃえよ全員殺しに行けよまあ4万もあんのに何ちまちまやってんだよ、誰だよお前、誰だよお前って、なんだ、誰だよ、行くしかねえだろウサホラ、出しちゃえよ、金さらけ出せよ、12,190円、遠征してたから、もうそれもう追い張りしてるから、
いっちゃえ、いっちゃえ、みんないっちゃえよ。しかないよな。なんか見た目ビナーだよこいつ。ゆずくんも行くしかねえだろう。ビナー重心化欲しいね。もう救済してあげてほしいわ。ああ来た、重心化ビナー。ほら。ジュンジュンオールインだろ。いや行っちゃえよ。負けてんだよなお前ら。負けた。ずっと勝ちたいんだ。負けちゃった。おっと。モーセはさすがに今日来るでしょ。モーセも来るよ。サボテンが。サボテンオールインだろう。モーセがバカ強そう。いや今日シュリンガーラ来てたからそれでタイムシフトでシュリンガーラやったことでしょ。おいどんぐらい上げるんだサボテン。もっともっと。あ、これはいいね、ストレートチャンスですね。もうどんどん上げちゃえよ。68持ってれば。ん？あれ？ゆずくんいっちゃえよ。ビットしてきたやつが。あれなんか、俺固まった。なんだって？え、なんか固まった俺。あら。頑張れ。ちょっと、俺、動け。俺。頑張れ。エヴァンゲリオンみたいになって。頑張れ。動け動かない俺。なんでマジで固まったんだけど。あ、法でだったんだ、杖。どんばい。あ、じゃこれからトゥントゥルルルルルって始まるよ。エヴァ赤くなっちゃうよ。え、俺どうなってる今。今フォールドしてる。再起したら入ればにするんだよ。再起していいですか。はい、どうぞ。超級ウェーブ。え、なんで？やめよう、やめようぜ。だから普通に現役がおでになっちゃうけど。やめよう、さ、もうそろそろやめよう。勝てね。あ、いいね。飛行からマインは普通にでかい。強いんじゃない？これシュリンガールで。強いんじゃない？強いよ。いや、ちっちゃくしとこ。え、しかも12ターン SS でしょ。で、SS ターン。あ、オッケー、帰ってきた。あ、オッケー、オッケー。帰ってきてる。まあ、したけど。強いのでは。ああ、そういうことか。これ多分、シュリン壊れましたね。やっと。やっとっていうか。怖いなぁ。やばくないこれ。8、9、10、11だからもう7。あ、もう7か。72で勝ちだよ。オールインだ。あ、迷ってる。あ、持ってんな。これで持ってなかったらもう成長すごいよ。やばいよね。成長完全に悪女で。悪女って言ったりするか。さあこれでゆずくんがきつくなってきたよ。あ、うさき中もそろそろだから勝負しないと。グラフの元手がなくなると。ゆずくん行っちゃえよ。ワンちゃんこっちの方が俺壊れてそうだけどな、もうせ。なんか砲撃型にする。サボテン。乗れサボテン。サボさん、たった2枚よ。まあまあ。ゆずくんが死ぬんよ。ゆずくんも行っちゃえ。行っちゃえ、行っちゃえ。勝負できそうなったら行って。先に出ろ。正直負けるよ、これ多分。で、ウサコロオールインだ。ああ、もう弱点貫通録音処理になったんだ。おお、いけ負けると思う。ダメよ。いやー、よいんだよなーキラー。壁ドン。いや、あの、グーフィーエースですね、これ。壁にグーフィー。おお。グーフィー。あ、けど、減速壁ついたのでかいかもね。えぐ。どれ無理すぎる壁を降りてくるのかよ。あ、どれじゃん。楽しく違うじゃん。落ちたかったんだよ。また遊びに来てくださいね。で、オールインだ。4周目の火の豪勢のやついけそう、いけるじゃん、これ。これバロラントのダウンロードがめっちゃ時間かかるんだけど。バロラントやろうとしてる。なんか長いかなと思ってバロラント入れてやろうかな。7310。よし、今使えないな。軽いな、軽いな。よし、軽いんだよ。ねえよな。変わったな。ガチさん。
面白いな、意外と。イケメンショ。なんでこの名前リルって。イケメンショ。なんでジュンって名前。いいだろ。いつも通りじゃねえか。あ。ジュンパ、なんだっけ、ジュンパチ？なんだっけ、新しく名前変えたんじゃない？ジュンペース。ジュンパチ先生。ジュンパチ。それはもう、パチンカスなんよ。ジュンパチ先生じゃない。なかなか手札振るわないでございますね。なんかちょっとさ、特殊なルールできねえかな。もうシンプルなルールしかない。全部オールイン。やっぱガチの運ゲーじゃん。ガチ運ゲーはね、普通のポーカーでやって、普通じゃないくてテキサスじゃない方のポーカーで。80831580834何書いてあるから。聞こえないんだけど。見なさい。あれ、スプリットバレットどこ行ったの？ふざわこいつ。確かに。08315。けど強いかって言われると、なんか進化ベースの方が強そうかも。使いどころないよ。ビビジョンに行けんじゃね？ブロックの原則壁って。じゃあ、ウィンド原則壁って。おお。そして、早いし、ちょっと早いし。はあ、重視か。まあ。だって、俺、水の重視に言う。あんな言い訳が。けど、言うのほど、パッとしねえな、なんか。そう、俺、結構、満足で。飛行が、埋水になっただけで、だいぶ、変わりそうだし。けど、これ最後じゃないから、もう一体あるぞ。チェック。チェック。ルシファーじゃない。ビナーか。あいつは、まだです。ビナーか。超スピードできるのでけえな、意外と。コール。誰だ、ホールしたやつ。あいつか。あいつか。ん？なんかこうしたやつを。チェック。そうな。どうしよう。チェック。水の収信量が足りない。集めに行かなきゃ。変えたらいいじゃん。交換できるじゃん。ラック。ああ、ラックね、今5しかない。いいか、なんか、運極売るか。これも神のお導き。あ、運極売ろうか。こいつめっちゃなんか上げてくるじゃん。何の草、何なんお草。チェック。チェック。ここら辺のもう運極じゃない。降臨キャラを全部。何なんマジも。マジも何なん。ああけど。スリーカードか。お、お前じゃないんかお前じゃないんかい。私なんです実は。ゆずくんにさ、ディスコードで諭されてさ、諭されたゴールしろ。お前脅迫ですか。脅迫されたの。脅迫はよくねえな。俺も脅迫しよう。脅迫で誰だろうな。これで終わったらやばいと思うけど。春吉さん、俺ら同じ金だよ。協力しようぜ。確かに。チェック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 。あ、終わったね。チェック。まあ、さすがに安定はさせんやろ、もう。うわ、ギャップが出た。チェック。あ、ごめんなさい。俺なんか普通に妄想しながらやってた。失礼しました。今さら失礼しました。チェック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 。大島さん、顔色悪すぎやろ。チェック。まだ顔にアホって書いてあるし。まあ、だよな。あ、まあ、ここは。なんで俺が勝つの？じゃあここはいやもう全員チェックしてるからもう降りれないんよね。降りれない、降りたい。
降りたいけど誰もベッドしてないから降りれないっていう。降りれない。え、俺ワンペアで買ったね。うん、そうだよ。だからみんなハイカードかなんかでしょ。豚だった。うん、豚。あのね、豚っていうのね、結構専門用語すぎてからね。ブヒブヒ。うるさ。あ、ドゥブタ。うるさ。チェック。うるさ。切れそう。は。は。ハッティーン。おこだよおこ。もっちんまるまる。おこか。おい、誰か勝負しろって。平和。誰か勝負しろって。平和に行こう。平和だな。平和に行こう。平和すぎるよな。平和に行こう。開けりゃいいじゃん。いや、もう僕降りる気満々なんで。俺も降りる気満々なんで。もう考えるから。ああ、降りた。お、サオちゃん来た。そう。ここまで来たらね。しょうもね全員しょうもねとね、何の一番もうゴールドまでいってんの。次も頑張ろう。うんうん。ドゥ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 。まあまだ、まだ一個こうて。ゴール。まだまだ。まだ今じゃない。レイズ。今じゃない。今じゃない。レイズは今じゃない。今じゃない。まだ今じゃない。今誰だ？誰だ？あげたの。誰だ？誰だ？俺の上の方にいるハルキチっていう人なんだけど。誰だ？誰だ？一人だけロリコ使いやがって。あ？あ？男の子だし。え、そうなの？そうだよ。まあ男だよこれ。これ男。あ、俺知らんかった。いや、謝って。ごめん。謝って謝ってよ。謝ってはちょっと面白かった。やばいのがいいんだけど。なんかさ、本当にすぐ上げてくるさ、頃あれクソらしいって言って。ごめんなさい。落ちまーす。落ちていいんすか。うん、やっぱ命大事にいかないとさ。そうだね、序盤は命大事だよ。無理だな。命大事のペットの仕方じゃねえんだよ。命大事に。なんかキリがいいペットしたいな。いや、お前がだからゼロになるようにペットすればいいんだ。俺にすればいい。俺にするか。ワンチャンリだよな。ねえよ。ねえよ。じゃあ、あげちゃおうかな。はいはい。知ってた。リズム。リズム。ちょっと粘ったけどダメだったなーって。あー。じゃあ、まあ行きましょう。じゃあ、ゴール。命大事にだよ。命大事にだよ。命大事にしすぎでしょ。命は大切にしないと。本当だよ。粗末にするやつ、クソだよ。でもまあ、なんなんだ今俺が怒られてる。怖くない。おっと。レッド。おっと。フラッシュか。5000はないな。5000は高くない。何言ってんだよ。ああ、しかも俺、あったし。おお、これは。あいつフラッシュか。ああ。負けた。あ、お前もフラッシュか。あ、まあまあ、そうだよ。キングはね、しょうがない。そう、まだやってたんよ。まだやってたんだよ。なんなんか。まだやってたんよ。ゴール。ゴール。ゴール。左画面にこの画面あって、真ん中の画面でマイクラやってるけど。ゴール。
か死んだらウサギチか丸吉さんの目見てればある程度の手札わかんない。いや、ゼロのコラボは別に何ともないよ。死ぬ前に見ないでね。そうだよ。死ぬ前に見たらもう終わりだからな。普通のゴースティングだから。本当だよ。もう負けかくない。勝てねえんだよな。あ、じゃあ今イケるブラフしようっつって。あ、こいつ持ってねえじゃん。かけようっつって。よっつって最低じゃん。そうもねえ終わり方したな。よいしょ。うん、なんかベッドしたやついんぞ、誰だよ。あ、なんかベッドしたやついんぞ。あ、スリーカーフルハウスの先生ですね。これあれだな。いらっしゃった、いらっしゃった。これで俺の配信いつ見られても問題ないよ。じゃあ見に行っていい？いいよ。お前これってやれたらさ死んでる人見れないじゃん。いや別に、いやだって来ねえもんな。来ねえもんな。わかった。っていうかどんどん増えてる。なんで？ハルキさんの？違う違う。あ、モンストの？え、でもまだ可愛い方じゃん。あ、そりゃ一瞬見ただけで400増えたよ。すげえな。やばい、サボテンにお金がいっちゃった。回収しないと。回収大事だね。サボテンのお金回収しないと。やめて。闇金業者が現れるじゃん。サボテンの金マジで回収しないとな。中金。中金。なんかさ、こう全く今のと関係ないけど連番見ちゃうとさ、麻雀のあれあの感じちょっとあるよね。誰だよ、あげたやつ。一人しかいないでしょ。一人しかおらんやろ。ちょっと BGM っぽいな。なんで君はそんな乗るの？自信あんね。やばいね。降りたいからだよ。あ、俺さ、俺君乗っときゃよかったわ。降りたの？降りた。なんで降りてんの？本当、なんで降りてんの？そうだから、彼女はできないんだよ。それだから童貞なんだよ。これやめとけよ、お前。男気見せろよ、純ちゃん。いや、普通にスペさんとクローバーの4だったから、あんま乗るのあれだなと思ったけど、26が出るんだったら話は変わってた。いや、降りるね。降りる。なんか、4枚目見てから上がってきたら、ほら、こうなるんだよ。まあ、なかったよ。4枚目まで見て、降りる降りない。じゃあ、どうする？前からやってる？割れて開いてるから入ってみて。さあ。コール、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 降りた。コールです。チェック。ちょっと、あれだな。元気だな、これ。じゃあね、久々に友達とゲームしてるから、久々に人と喋るから、あの会社でも人と喋んねえからな、基本的に。やばいじゃん。はいと分かりましたと確認しますって近い言ってしゃ、くんの早くない？サボテンベッドするとき、なんか持ってるときだから気をつけろ、みんな。あいつ持ってるんだよな。あいつって言っちゃった。分かんないよ。絶対持ってっから絶対だって勝負しないもん基本的に。な、傾向今なんか参戦や傾向でわかるね。乗ってやるよ。けどこれで持ってるっていうか多分クイーンでしょ。うん、まあ、クイーンだろうね。が8じゃない。いや8では多分勝負しないと思う。多分勝負しないか。クイーンが持ってると思う。それかあれじゃない、もうそんぐらいか、うん、多分。まあそれかフラッシュのあと1点狙いとかね。これでダイヤ、ダイヤダイヤだったら、そう、やばいんだよね。うん、いや、けどダイヤダイヤ。え、そういう予想すると、ちょっとなんか気まずいからさ。俺はクイーン持ってんじゃん。俺はクイーンだよ。多分ね、ダイヤダイヤ持っててもね、あそこで多分ベッドはしてこないと思う。
あ、まあ、プロかとかわかんないし。まあまあやってる人だと思うよ。だからこうやってなってさ、解説したいとかわいそうで。恥ずかしいよ。うん、追い詰められてください。やばいって、クイーン持ってるのバレてる。バレてる。次は勝負できなくなるし。丸裸にされちゃうかな。4対1で解説はかわいそうだよ。なんか身内でやってるからできるんだよ。そうそう、身内でやってるから。で身内でここまで研究してるかと思ったら急にオールインするバカとか現れるから。俺だ。関係ないの。超無駄に分析が何も持ってねえのに上げてくるから。マジ分析が関係ないよ。チェック。チェック。あ、サブちゃんそんな強くないぞ。あ、強くないぞ。強くないぞ。まあ、僕開けちゃうけどね。もうやだ。普通にかわいそう。弱いなぁ。言うて俺もそんなに。そんなに俺も。あ、やりのハーフブロックじゃなくて、お前は早くコールしろ。コール。本当にコールしてきた。本当にコールしてきた。何何今コールしな。コールしなくてよかったじゃん。最低限じゃん。ね、さっきとサボさんはなんとなくコントロールできそうな気がしてきた。サボさんは見てないから。サボさん多分ね、降りると。うん、降りる。いや、ね、勝負でいいと思うよ。分かったって、ハルキさんに乗っちゃったよ。まあね、まあ、上げたのが俺だから、あの、ブラフの可能性もありますから、ね。チェック。まあ、自分で言うのもあるですけど。チェック。チェック。チェック。順次はエース1枚乗ってるでしょ。チェック。まあ、どうだろうね。コール。降りるね、コール。チェック。あ、俺意外と金持ってなかった。全然見てなかった、自分の気持ち。やば。中途半端なあれやってるから。そうそうそう。まずいな、普通に金見てなかった。あ、負けるんかーい。ワンペア。アーツ6か、ね、ありがとうございます。降りる方法ねえじゃん。え、降りる方法。あいつ死んだんじゃん。ボタンだね。あれは死んだ。死んじまった。絶対早く死んでマイクラやりたかったんだよ。そんなわけないじゃん。やりのハーフブロックとか言ってるからしょうがねえな。そんなわけないじゃん。俺らより砂利のハーフブロックの方が大事だからこいつ。それはそう。おい。それはそう。自分が砂利ブロック以上の価値があるなんて思わないことだ。砂利ブロック以上はあるよ。ないよ。上げてくよーん。なあ、妹ちゃんも持ってねえんだ。ああ、どうしようか。意外とブラフし始めてるから、うざいんだよ。うざいって言っちゃった。じゃあそういう意味じゃないけど。ベッドしてる。もううざいって。え？どうだかな。こっちはお金ねえんだぞ、お前。大人作るオリティーよこせ。かな。意外と素直な、ま、素直なポーカーする人と。あ、やばいこれは。これをやばい。俺潰しに来たじゃん。まあ負けそうだけどな。さよなら。持ってきちゃった。いやまあこれ春吉さんにディスコードで入れろって言われたんだよね。春吉さんに入れろって言われた。持ってたか。そうだよ。ゆず君を潰さないでくれ。俺の狙いサボテンだから。巻き上げるよお金。もう一番鳴らせるのに巻き上げんね。巻き上げるよ俺。チェック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 。ここで春吉さんが多分上げてくるんで。上げてくるんだよこの人。
げないよ。優しいから。じゃあ俺もあげないでおこう。チェック。チェック。チェック。ターンが出ないから。こっちが上がってきた。いやこれ怖いな。みんな降りるじゃん。みんな降りるじゃん。絶対ストレートでしょ。いやワンペア。あワンペアか。何のワンペア春樹さん。エースのワンペア。ああじゃあ俺降りて正解だわ。俺6のワンペアだった。ストレート狙いできてたけど。俺もストレート狙いで引いてた。一気にぶち込んだ。あいつやばいってマジで。知りたくないでござる。知りたくないでござる。サカロちゃんも乗ってきた。あもうやばいって。わあいつ逃げたぞ。あいつは逃げたぞ。やばいやばいやばい。あいつらのために俺あげたのに。やばいやばい。無理無理無理。死ぬ死ぬ。なんでベッドすんの？なんでベッドすんの？なんでベッドするの？そういうゲームだから。そういうゲームだからでしょ。なんでベッドするの？おとなしくチェックしといてやつ。マジ？コール。チェック。ベッド。バカなんかな。降りるね。なんかな。信じる者は救われますわ。あいつ多分ぶなんかノーペアだノーペアな感じ。ワンペアだよ。あると思う。あワンペア。豚だったもんね。ワンペアあったら乗ってなかったけど。あ俺もこれあれじゃん行くしかないのか。これもいやそうだもう。BB が1640だからそうだよね、うん、もうゆずくんもここを降りて次に任せるかどうかで自分の手札次第で、うん、ここでやるかな。俺は正直手札ああ俺はもうチェックアンドフォールドを押しとけばいいのか。チェックチェックチェック降りろお前ら降りるか降りろお前らチェックでいいんだもん。もう俺死ぬんだから降りろっていいのかここで死んだら俺無口になって喋らなくなるぞ。ベッド。そうあいつやばいってあいつやばいって降りるね。もう俺は行くしかないんだよ。惜しいね。いやまあそんなにしょうがないじゃん。俺は俺なんかどっかでどっかでオールインして死んだんだよね確か。しないといけないか。いやギリ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 、うん、ただこの次は確定で2号を持ってかれるから、うん、いやでもこれダメだもうダメだよ。テレナガコミだよ。テレナガコミすぎるよ。チェックベッドベッドです。サブちゃんもそろそろきつくなるね。救われます。うんもう、いいよ。何がコールいやー、コールもうきついってサイは投げられた。あ、行ったね行ったねこれ、俺も行くしかないしなコール。イズくんはイズくんと一緒に死にます。もう乗ってあげよう乗ってあげよう、さチェックもう一人マイクラ配信しとるやつおるしな。え、マイクラの画面映ってないでしょいや、俺見てない、お前の画面。別画面だもん。あら、これ、カツオじゃね？誰かわかった。わかったじゃん。うおわーい。何であげたの？何であげたの？芋は。何であげたの？ごめんね。あ、でも2ペアは2ペアだ。うん。優しいからさ、俺。結構はしょうがねえ。優しいからさってなんで優しいからさ談合するゲームじゃないから俺優しいからよ乗ってあげた。じゃあこれフラッシュのチャンスありますね。チェックチェック4557かチェックベッド。あうーんこれはきついな。やっぱりついてるね。ボタンだね。
もう2500だからね。チェック。確定で金を払わなくていいときも吟味したいですよね。ベッドコール、チェック、チェック。すげえ。なんで言ったの？サボテン喋んないからさ。よかった。基本喋んないよ。で、俺も無口でやろう。お前無口でやったら多分ね、心配するだけ。コール。コール。やべ、クソ払ってきた。なんかついてきたけど。チェック。ご飯は、まあ、チェック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 、ったな、ちょっと、お、チェック、この辺からちゃんとしたポーカーが見れるぞ。感謝いたしますわ。ちゃんとしたポーカーもおかしい。さあ、残酷進行。待てしかない。コール、チェック。チェック、チェック。これはストレートも狙えるし、ツリーカードも狙えるし、まあ、フルハウスもいけますね。狙えるし、まあ、次スペードが来ることを読んでフラッシュ狙いとかもあるからね。レッド。お、コール。降りはしないだろうから。あ、ま、っと、俺は3発持ってる。お金ねえじゃん俺。俺もう攻めるしかないじゃん。これはお金ねえじゃん、気づいたら。乗れよ。殺すか殺されるか。ああ、もうそれと。お金ねえ、気づいたら。いや、お金ない人とは勝負できないからさ、あげないとね。いや、本当だよね。気づいたら全然金なかった。やっぱフェアに行かないと。あれしかも呼んじゃなかったらマーバーもなかった気がする。コール。コール。なんか今ゾウ、ゾウが歩いてったけど大丈夫。コール。あの道。チェック。まあ、今ちゃんがちょっと有利なところかな。この3800。降りるね。払わない。うわ、もうやだ。ベッド。まは？サボちゃんブチギレです。いや、嘘かもしれないよ。全然嘘かもしれないし、本当かもしれない。そうそうそう。あー、ただね、うーん、これはちょっと怖いね。フラフでもいけるし。いや、なんで？いや、でも。そうだよ、そこなんや。そこ、自分が出してる分を回収するべきかどうかっていう。ところもある。しかも次多分3八からコールで終わりだからね。上がるから。いいよ。サイン投げられた。なんてね。あげた。勝つんかーい。まあまあ、あの2回のやつかな多分。おい、そこ降りとけよ。いや、2ペア揃ってんだったらあれは。うん。ハイカードやりにくいじゃん。ジャック持ってるし。コール。もうね、もうここは勝負しないと痛い。元手がしんどいぞ。チェック。
うわーこれハルキスさんの手札見てー、その手札見てー、うん、サボテン金に余裕あるからどんだけベッドしても乗ってくれるよ。チェック確かに確かに。じゃああげとく。やば考え方が怖いんよ。まあ俺も降りるよ。ありがとう。さあ5700まで上がっちゃうと結構しんどいね。あそっか、2人とも俺やばいんか。これ妹、そうだよ、俺と春樹さんやばいよ。やばいんか。いや俺も行っちゃうよ。早くない。あもうこれもう勝った人が勝ちまであるよ。いや強えんだよ全員。いや全員強えんだよお前ら。あっていやでもやっうわーだおーいまあまあまあこれはもうねしょうがない。なんだキングクイーンとクイーンズ。強かった。あしょうがない。なんでキング2枚くるんだよ。くそ負けたんだわ。ザコロ？ん？終わったよ。うん知ってるよ。なんで知ってんの？いやだって VC は聞いてるもん。本当だ。終わってないかもしれない。ブラックかもしれないじゃん。ブラック。いや、見とんねん、この左側の映像で。なんで、なんで、画面、配信画面、ブラックしながら。ブラックかもしれないな、みんなの。いやー、ポーカー、俺。もれーな。なんか、だんだん慣れてきたわ、ポーカー。だんだん慣れてきたから、だんだんバカなことする人が減ってきてんだよ。あれね、ここで。急に誰かがバカし始めると壊れるっていう。俺バカしようじゃん。壊れるよ。初動初動全力で。初動オールインするか。壊れるよ。それ負けたらただ暇になるだけやん。暇になった人はサーバー空いてるよ。暇になったらうさごろのサーバー行くわ。あマイクだね。暇になったらマイクやるか。アンさん。あのでも PS をつけておいた方がいいよ。なんで？キモ？よし、お願いします。すごいんだよこの。さあ、村にね、エンベレムが違うんだよ。エンドに繋がるところ。ランク言ってるな。ハルキチさんすぐランク行きがちだわ。ランクしかねえんだよ。ランクしかねえんだよ。まあそこ、このゲームあれだね。ちゃんともと同じシステムだからしょうがないよね。あ、待って。あ、近い。何してんの？あ、まあまあ、カードが弱かったんで、ね。ああ、まあ、それしょうがないよ、ね。そうしょうがないでしょ。あるよ。決して押し間違えたとかそういうわけじゃない。押し間違えたっつってんじゃねえか。おい、自分のターン来るとトントンってなるんだね。あ普通がその本来このポーカーのチェックするときとかってテーブルを叩くんよ。そうなの？そうそうそう。ダイパン。そうなんだ。初めて知った。ダイパンしようぜじゃん。そうどんどんじゃないけど指で人差し指をトントンってしたりとか。2回？ 2回ダイパンすればいい。そう2回ダイパンじゃない。あのさ多分ダイが壊れる。そうダイパンするじゃん。ダイパンだ。え降りるときダイパンすればいいの？降りるときはカードを前にバッて。いや降りるとき鼻ほじればいいのさごろじゃ。降りるときマウス前に投げつけるみたいな。あじゃあ捨てて終わりなんよな。えでも芋からもらったマウスだから。あなんかリアルっぽい音出せるじゃん俺と。そう。マジで普通にあのチップシャッフル上手くなってんだよ。ガチ上手くなってんだよ。なんかこうやってなんか自分気にかけるのあんまりあれだな。ついてるね。やってる側もやられてる側も面白くねえな。うるさいだけだ。初手押し間違えたやつに言われたかね。押し間違えたんじゃないか。なんでお前レイズするんだよ。だからレイズ続いてんだけど。ここ来たか。
いいの、じゅんじゅん、そんなことして。やり合おうってのか。俺、お前になんか多分ね、負け越してるけどね。やり合おうってのか。やり合おうってんだよ。だから、チャンネル登録よろしくねとかって言ったんだけど。そう、こいつ、チャンネル登録よろしくねって、リル。リルじゃねえ、こいつの。え、声出せる？どうやって声出せる？やり合おうじゃねえか。多分勝手に喋り。あ、スタン？お前あれなんか YouTuber なんかそれ。言ってやろうじゃねえか。やばいだろう。もう負ける気せんよ。いや、フラッシュがある。来るだ。いや、でもフラッシュがあってもう無敵ちゃうんです。じゃあだ。やばい。もうそれで勝負しようとしたな。本当だよね。よし、うさごろ、マイクラのサーバー。大体あるどこ？左手ある。ブラフにもなっとらんけ。レイズ。あ？なんだ今の声。びっくりした。なん？え？ピアマ勝るってできる。うん。ない。おいさま。どうすっかな。まあ、乗るか。ねえ、フレンドのところにウサコロがいないんだけど。フレンドじゃないじゃん。あ、いたわ。近くに村あるけど、村にはシルバーフィッシュ湧き出てくるから。マジで？え、村ある？エントじゃん。近くに村ある。だけど、その村には近づいちゃいけないっていう。あと10秒だよ、石地。なんか、パンダいるんだけど。え、パンダいるんだけど、ウサコロどこに？ハルキスさんの手札何？900のマイナス286。言わないよ。ハルキスの手札何？マイナス286。え、数字揃ってる。言わない、言わない。あの、あれか、ネザーがあるところか。ネザー、あ、そう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 。ハルキスさん上げてきたからな、な、持ってんだよな、なんか。あ。マイクラってコントロールダッシュなんだね。あ、そうなんだ。ダブルタップでシフトしゃがみ。シフトしゃがみ。だから俺は今までずっと。おぶね。今なんか落とし穴みたいなのがあったんだよ。警告。びっくりした。イルカいいんじゃん。イルカは別にどこの海でもいるでしょ。コーヒー買いに行ってこようかな。なんでね。コーヒー飲みたい。時間的には大丈夫。いやーもうこの時間じゃ眠れなくなるよ。ニートじゃん。うん、誰が？今明日仕事なの。学校じゃないの。俺学校だよ。なんで？この緑の人誰？俺。なんか頭爆発してねえお前。誰だよあげたやつ。普通にこれは。よっちゃん。チェック。チェック。チェック。ベッド。何すればいいの？いや別に特になんもないの。マジ？デザートも言ってくれば。いや、いいや。何これ？いや。ウッパールーパー。降りるね。ウッパールーパーいっぱいいるやん。昨日3時過ぎまで青のウッパールーパー出すためにやった。1200分。うわぁマジかよ。サボテン勝ったん？うん、ちょびっとだけ。やられたよ。ついてるね。あーやめて、これでサボテンがギャンブル依存症になる。俺は知らない。もうこのゲームに呼んだ時点でアウトだよ。うちのサボテンがギャンブル依存症になっちゃう。依存症に。大丈夫だってポーカー今日本ではお金かけれないから。うん、カジノいつできんの？日本。いやできない。もうだってあれ捕まっちゃったじゃん。俺カジノ行きたいんだけど。
チェック。あ、多分当分ないと思う。なんかオリンピックの時に一回カジノできるかもって。そうそう、ちょっとワクワクしてたのに。けどあれ実際オリンピックのために作ろうとしてたでしょ。うん、ちょっとは。まあ多分タイミング合わせようと思ったよ、ね。うん、まあ、それまあ俺はパチンコがあれば生きていけるんだけど。勝つじゃん。あ、間違え。ワイも話すだってよっちゃんが。あ、いいよ別に。ディスコイで。いるだろ。チェック。チェック。わた。あ。え？なんか死んでる？わた。ホールイン。わた。え？え？やばいですよ。ポット3万だからこれでかいよ。サボちゃんもし勝負するんだったら。勝負できる手札があるんだったら明日。サボていけ！いっちゃえ！これで勝負する方がバカな手札だけど大丈夫。だったらしない方がいい。だったらしない方がいい。あのバカだと思うんだったらしない方がいい。あ、わかった。うん、しない方がいい。え、ちなみに先の手札は？わた！わた！ちなみに5のワンペアでした。あれ、ゆさきちは？何？何も揃ってない。やばあいつ。ブチギレ。もうない。ワンペアすらないよ。やるに。移動も。まあけど5のワンペアで勝負はきついじゃん。さらにね、うん、しんどいよね。こんばんは。こんばんは。こんばんは。お久しぶりでござり。あれが声ちっちゃいだけかな。いや、ちょっとちっちゃいと思う。聞こえてる？もっと多分ちっちゃい。うん。本当？うん、いやけどこっちで上げれるから大丈夫。うん、あげたらすげえうるさくなった。あ、それはアホやん。妹キャラクターに変更しました。あ、とりあえず俺は酒飲もう。痛い痛い痛い。何してんの？今日こういうギャンブルはね、酒が入ってることでしょ。さっきあれなん、オーブかよかったな。ストレートだったんだよ。お前腕長くね。お先に早くしろ。ちょっと待って、今戦ってんだ。ふざけんな。アタックだ。おらおっと、サブちゃん強いぞこれ。いやいや、多分エース持ってるぞ。エース、あいつ剣取ろうとしてる。サブちゃんエース持ってるぞこれ。あ、待って、間違って降りちゃったんだから。おい、待って、俺勝ってたって。したの、ニーヨンちゃん。やってんだよ、マジで。サボちゃん、エース2枚持ってたじゃん。イエーイ。ストレートでした。近づいてくんな。おやつ、なんか革のブーツつけなきゃいけなかった。あ、そっち行くな、お前そっち行くな、お前バカ。逃げろ、逃げろ。悩んでる。やばっ。こいつやってるって。あ、すいません。嫌だったこいつは。ダメだって。逃亡行けなくなったんだけど。あ、ダメだって。早くしろってマイクだって。いや、私にまで被害を及びえんだけどさ。これ知らないでもらえる。私普通に淡々と作業してたのに。分かった、これやりな。何、どれ？スカイブロック。何スカイブロック。何は？俺と春吉さんで地球を取ったけど、順平もいたけど、おもいたけど。何スカイブロックって。あ、やっぱ俺はそういう、やっぱね、人数合わせてしか呼ばれないんだな。そっか、何で自分が呼ばないんだもん。自分から来いよ、お前。自分から来いよ。めんどくさい、そのなんかネガティブな感じ。自分から来いよ。自分から来て、行くぞよちゃん。お前いらねえって言うんだから大丈夫だって。え、何？行くぞってない。何？安心しろ。サコロ、これ何やればいいの？右側に書いたんじゃん。アイテム名があって、その真ん中に置いてあるチェストに。チェック。ジュンジュンから声かけないんだもんな。ないね。ジュンジュンから。一緒にやろうって言ってない。ジュンジュンから声かけてもらって一回もない。わあ。これもない。何やってんの。防犯ぐらいか。あ、なんか基本的に断れる気がするからな。これ何？誰だよ、メッドしたやつ。もう。
会話が混線しとるって。え、これどうすればいいの？え、何これ？何すればいいの？あ、多くの木を。嘘。嘘。嘘。彼は。チェストの中に入れてブラフを覚えた。なんでよっちゃんそんな防具になったの？え？どっからそんな防具手に入れたの？チェスト。え？チェスト何も入ってないよ。だからチェスト全部取った。あれだよね。よっちゃんと芋でやらせても丸石製造機が作れないから終わりだよ。多分あの溶岩なくなっちゃったっていうオチだよ。落ちてなくなっちゃったみたいな。何もできずに終わりや。丸石製造機なんて何？作らせてみよう。確かに。何どうすればいいの？え、何を使えばいいの？いや、マジでわかんないんだけど。うさころその画面ディスコ打ちしてや。どの画面？なんでさ、チェストにさ、何あの溶岩入ってんの？溶岩と氷が、ちょっと待って一回落とすよ。うわい。でもう一回入ればいいの？うん。全然わからんかったもん。何？趣旨が分かんなかった。消しちゃった。あんな狭い危ないところで。何をどう作れっていう。みんな地道にやってんの？いや、まあまあさっきあげたけどな。サボテンあげちゃえよ。サボテンはさっき多分今日初のブラフを。ブラフを。今誰が一番金持ってんの？ウサギ。ああ、ちょっと。うさころかよ、金持ってんの。なんかこのなんかさ、盤面だけのワンペアだけだとなんかクソしょうもないわ。いや多分本来上手い人とかやったらあそこでもブラフかけてるやろ。そうなんだ。コールコール。まだ俺だけじゃん落ちてんの。なんで？いやオールピンするからさ。行けよ。行かねえよ。誰だち切ってんの本当。え、ウサワールド開いてる。開いてるよ。開いてる。本当は開いてる。あれ？あー、そっか。配信でやってんのか。うん。でどうすればいいのこれ？あれ？配信じゃないじゃん。中入って安心しちゃって。裏俺も中入ってよ。これか。よっちゃん浮いてんだけど。え、そう。めっちゃ怖い。降りるね。浮いてる？何浮いて？なんか浮いてんだけど。え、怖い。あれウサコロがいなくなったんだけど。中入った。え、どうすんのこれ？レイズ。あ、お前、悪いって。自由にやってみなさいな。わかんないんだけど。え、ジュンジュン。嘘だろ。また遊びに来てくださいね。俺さ、めちゃめちゃ画面重くなりそう。確かに。あれ、順々いなくなった。いや、普通に勝てると思ったんだけどな、あれ。そして負けた。飛んでったぞ、あいつ。マジか。普通に釣り。俺もマイクラ終了しよう。何やろうかな、バロラントやろう俺。あいつ、飽きたぞ。はいや。バロラントやろう。やれよ。バロラントやるか。そうか、長引きそうだからちょっと俺はバロラントやるわ。もうジュンジュン誘ってバロラントやってやれよ。いやだ、俺バロラントやんないもん。俺最近ダブルクロスしかやってないからさ。ダブルクロスってえ、今ってことでしょ？ダブクロやってんだ、妹さんたちも。え、ゆずくもやってる？やってますよ。やろうよ。なんでダブルクロスやってる？楽しいから。普通に暇つぶしに知り合いとやって、昨日ハンターランク解放終わったんで。
うん、じゃあゆずくんに手伝ってもらうしかないよね。ダブルクロス今やる、今つけるの。今前からやんないんだったら、あっちの悪い左に。今、なんでだってそうじゃん。二人がよっちゃんと今からやるから。わしたちやるからやってただけで。そうね、私は作業してたんだよ。邪魔したのは今だよ。俺うさころとわちゃわちゃしたかっただけだもん。まあ、村に行くなっつってんの、村の。なんで村行っちゃいけないの？だからシルバーフィッシュ湧くからって。そうなの？あいつめどくさいのよ。だけど。コンピューターを再起動してくださいって言われたんだけど、バロラントに。ちょ、再起動したね。起動したね。チェック。行きたいんだけど。再起動してこよう。行ってきまーす。これ誰かが上げるまで。そうだよ。誰かがグラフかけない。オリジナルか。お。さゆきやっぱりついてるね。あ、俺5万もあんの。なんで5万あんの。ジュンジュンの。俺が死んだからだ。ジュンジュンとジュンジュンと今の分だよそれ。コール、コール、コール。ゆずくんが自利品になってるね。楽にしてあげようか。ポペポペ。何の音？ん？ん？ポペポペって。そんな音ない。通知じゃね？なんかの通知じゃない。ポペポペだった。なんだっけ？ポキポキってなんだっけ？ラインじゃないですか。ラインかポキポキが。チェック。あ、ラインだわ。チェック。自分のラインの通知音ぐらい把握してなさいよ。いや違う違う。PC からなるからさ。ああ。携帯だったらライン。いやでもささやくよ。どんだけ PC でやってんのあなた。レキ。あでま。タデーマ、タデーマ。いやよし、バロランとやろう。そもそもベッドしてる。何そもそもベッドしてんだよ。いいだろ、別にベッドしてる。ベッドするな。なんだよな、もうこれ。サオちゃんはブラフを覚えたから。そうだよ。もう何も持ってないかもしんないよ。そう、持ってないかもしんないし、ジャック持ってるかもしんない。そうだよ。いや誰だよ、サボテン単純だから以外そうね、単純だからね、すぐ日和るんだよ、単純女子だから。よし、バロラントやるか、ジュンジュン。いやもう、死の投げられた。悪い、悪い意味が聞こえたんだ。おい、ジュンジュン、招待、招待、招待。増えたタイプ。どういうことだってばよ。平和平和。平和すぎて逆に。久しぶりちょっとやるな。俺久しぶりにやってもやっぱ俺うまいからさ。あれなんか秋雄さんとやってなかったっけ前。やってたよ。やってんのは。あれ秋雄さんが飽きてやめたん。チェック。チェック。チェック。何使う？俺ジェットだよ。そろそろみんな降りたかったでしょ。あ、降りたかった。全員かよ。降りたかった。なんもね。ちょっと狙ったけど。ちょっと狙ったけど。どういうこっちゃ。コール。コールでもう2500円だ。そうだよ、もう。そろそろ高くなってくるよ。俺も死ぬよ。俺も死ぬよ。いいか死ぬぞ。いいかってなんで。死ぬぞ。俺は死ぬから。いやもう頑張ってもらって。いいから死ぬからな。おっと。いいからな。俺は死ぬからな。コールしたよこの人。かわいそう。やれゆずくん。俺死ぬからな。任せろ。おけど。あのパツンじゃね？あるぞ。やばい、やばい。あるぞ。やばい。
もう運命なんよ。じゃないよ。じゃあ今これ3人食ってるんよ。まあでも俺死にたかったしいいや。死にたかったしくさ。3人一食してラックないよ。だって普通に俺ダブクロやりたくて普通に死にたかった。あとでダブクロやろうよ。ですよ。俺まだ集会所全然やってないから。俺も集会所終わりましたね。ベッド。今グッベッドする。レイナやろう。なんか暇すぎて知り合いと始めて1週間で終わったんでもうみんな飽きてやめた。俺一生ブラクエやってた。落ちてた。落ちてたよ。何もなかったよ。いや、お金がもったいなかったね。詰めてないんで。ブラクエはね、もう最後の方。あのね、なんていうか、ね、正直やんなきゃいけないなって思ったんですよ。あの作りたい武器の最終強化に必要なのが村クエ進めないと出ないんで、うん、だからやろっかなって考えてるんですけどやる気起きないんですよね。結局降りるね。え、怖っ。いやけど村クエだけ頑張った。村クエ、まあ、そうだよね。明日の授業内容見ないと。えらいエース。えらい。明日何日だっけ。明日10日。10日じゃなくね、4日。4日じゃね。よかった。ついてるね。3日。嘘は良くないと思う。本当に。あ、すごい嘘つくじゃん。今日3日。何、俺が悪い。俺が悪いんですか。コール。あ、俺やばい、お金ね。チェック。5万5000とかやばいな。しびれた。3人食べたから。まあもうまあ負けると思ったからしゃあないんだけどな。あれはもう最後に、うん、たのが悪い。ベッド。すぐそういうことしてくる。すぐそういうこと。何もなさすぎるよ。覚えちゃったもんね。これキングモが。あばい、酒入れちった。酒入れちったからね。できる。酒入れたからって言い訳なんねんだよ。おお。マジ俺もう。何も持ってないと思って。ナウさん、俺も酒入れたからって、エイム悪くなんねよな。いや、離婚ボルト見せりそうだな。ボタンだね。なんて？離婚ボルト見せりそう。違う違う違う、もうなんか喋って。いや、お酒入れても M はがばくなんないよなって。チェック。B 側じゃね？多分センターは2枚いたよ。あ、B 行くかもしれない。あ、あ、やったね。こいつも。A 1枚いる。来るんだ。中央2人かな。あー、B か。チェック。しょうもね。すぐ暴言言うじゃん。ね。と。よかった。ついてるね。流れるよ。流れるように死んでいく。スイート。いやー、ついてなかったな今のは。今な。ついてなかったさ。いい最後はいい最後の手札なんだけどね。しゃあない。結果は割と良かったんですけど。しゃあない。最後が。は？画像消すか。沼。まあいいか。ウサギの画像じゃない？ウサギの身を。チェック。チェック。レッド。そのもう見ないよ手札が持ってやがった。
ケーバーがゴミなんや。いやもうめっちゃチェックチェックできてるから何も持ってねえと思ってたらしっかり持ってやがって。えらいね。やべ金なくね俺。いやまだある。ビロンビロン。A シフトすんじゃないの。ああなんかシフトしそう。いやーそれで崩れちゃうか。あーごめん、小部屋。うわー言ってんのかよ。ふざけんのかよ。地味やばいねこれ。やばくない。サンちゃんの手札がいいね。ついてるね。リサさんがもう踊らされとるよ。あれもうなんか負けそうじゃないですか。3人食ったのに。ベッド。あーそうおっとおっとこれはやめろ。あー来たっと来たぞ。10は来ないで。来ないで。うおーよし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 。あれ10来たらくっそー。10来かったよ。10来たらやばい。むしろいい勝負だな。うさ3組出たな。いい勝負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 いい感じいい感じいい勝負です。コールチェックリリー多分多いと思う。チェック前は抜いたわ。どうもナイス。いやーヒール欲しいな。いやーテーブルいいカードなんだけどな。うんうん。おどこ行った。おお B だよ。 B も入った。あいい判断いい判断。コールおやだよ。もうちょっと心理戦は嫌いだよ。結構してんだよ。え待ってこれだって言ったらもう次ないよね。いやまあ終わらせようもう。忘れか。他言いながら持ってたらやばいよ、ね。これ持ってたらやばいよね。持ってない。はい出ますね。なお前やばいってマジで。なあ。ズーペア。ち。また遊びに来てくださいね。終わり。終わっちゃった。終わり。ダイヤリー。あざちゃす。ダイヤリー。ダイヤリー。いやポカクス面白い。ダイヤリーリンゴ丸面白いね。なんかあれだからまた楽しいかもね。おお、飛び出たりしたらいい。